本日は三菱辞書設計創業130周年記念トークセッション目抜き通りそしてそこに立つ建物にご参加いただきありがとうございます本講演は Zoom にて社員のほか一般の方にも中継配信を行っております私本日の司会を務めます経営企画部の荒木芳子と申しますどうぞよろしくお願いします トークセッションはモデレーターを務めていただいております伏見由衣様と共に昨年より企画してまいりました伏見さんは建築士科であり昨年日本の住宅遺産名作を住みつぐを上司されまた東東通信やの編集や家庭画報の連載などたくさんご活躍されていらっしゃいます本日は前半と後半2部構成となっておりますが 伏見さんにそれぞれ司会進行をお願いしておりますそれでは早速ですが伏見さんよろしくお願いいたしますえただいまご紹介いただきました伏見と申します、えー、本日は司会進行を務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします まず最初にですね、えー、この今回の三菱自助設計さんの110周年記念シンポジウムの目抜き通り、そしてそこに立つ建物という企画のですね、趣旨をあのご説明させていただきたいと思いますで。なんで目抜き通りなのか、あと、かつなんで建物のことに注目しているのかということなんですが、あの、まあ、当然三菱自助設計さんの記念シンポジウムですから、あの、その業務内容に関わる 内容でシンポジウムを開催ししたたいいと思いましたでどういうことが関わるのかということを思いましたけれども、えー、まずは三菱自車設計さんはですね丸の内をはじめとして えー、町まああるいは都市を作ってきた設計事務所と言っていいと思います。ただですね一方ですあの組織設計事務所ですからあのー、町づくりばかりをしているわけではなくて日々の仕事はですね個別の建物を設計されているんだと思います。まあですから、えー、町のことを考えつつも同時に個別の建物を考えるまあそういうテーマを考えたかったんですね。まあ要するに簡単に言うと。お 建物都市計画やまちづくりに関わる建築ってどういうものがあるのかっていうことを考えたかったんですねあるいはまちづくりあるいは都市というものが個別の建物とどういう関わりにあるのかということを考えていきたいと思っています。ですから町、えー、と建物その両輪を考えていこうというシンポジウムになります。 もう一つはですねなぜ目抜き通りかということなんですが130周年ですから歴史のことを考えるシンポジウムにしたたかったんです一方で日々あの目の前の仕事を現実のいろんな諸問題と戦っていらっしゃると思いますので現在のことも同時に考えられるものにしたかったんですね。目抜き通りといいうのはあの歴史が長い 場所であることが多いととといいうこととですねあるいは人が集まる場所ですからあの現在性も非常に求められる場所であると、まあ、そういう意味で目抜き通りを語るときっていうのは、まあ、現代のことと歴史のことを両方考えないと語れない場所なんだろうというふうに考えたんですね、えー、ですから現代と歴史その両輪も欠かせずに考察対象にしなきゃいけないテーマだというふうに思いました、まあ、まとめるとですね目抜き通りというテーマは あの建物とえ町の両輪とですね、えー、現代と未来の両輪、えーまあ、その2つの両輪、まあ、四輪駆動みたいなことなんですが、まあ、その4つの柱で、えー、考えていきたいテーマ、まあ、それがですね、まあ、あの今回の記念トークセッションに適した内容だろうというふうに考えたのがあのテーマ決定の背景になります。で 具体的にはですね、えー、まあ目抜き通りとはどんなところなのかということは後半のディスカッションでいろいろと登壇の先生方と議論していきたいんですがまずは前半はですね個別にですね、えー、世界各地のいろんな目抜き通りについて先生方にご発表いただきたいと思っております。えー、各地についてですね あの先生方のご紹介も兼ねてどこの通りをあの今回取り上げるのかということを説明させていただきます。まずはあの山村武先生です山村先生にご発表いた,だきないただくのはパリのシャンゼリゼ通りおよ、まあ、びちょっとその比較としてバルセロナについても語っていただきたいと思っています。 ご経歴はですね、えーとまあ、ガウディの研究者なんで、えー、バルセロナにもご滞在されてたということともう一つはあのドミニク・ペローの事務所にいらっしゃったのでパリにもいらっしゃったなのでパリとあのバルセロナの両方を語れるということもあの今回のテーマに適しているというふうに思っております。 岩田先生は、あの、テリトーリオとか、あるいは領域市と呼ばれているような、あの、都市を考えるときに、あの、終焉部まで、えーえー、横断的に考えていく学問分野の中で、えー、活躍されていま、いらっしゃいますけれども、主なフィールドは、あの、イタリアでして、ベネチアを中心にあの研究されています。まあ、今は近畿大学に赴任されているので、そのイタリアのノウハウを、 あの瀬戸内まで広げて、えー、多角的に研究されている方だと思います。で、その日渡先生に、まあ、研究の本丸であります、あのベネチアのカナル・グランデを目抜き通りに見立ててご発表いただきたいと思っております。えー、続いて、えー、三浦先生です、えー。三浦先生はですね、えっ、ー、と、まあ、あのー、 博士論文ではです、ね、日本中の,あのストリートをあの大量に研究されまして、まあ、それを累計分けするっていうすごいお仕事をされたんですけれどもあの、まあ、今回はまあその博士論文の一端として行政がどのようにまああの都市改革をしていくかっていうことをあの注目された論文でしてその対象がニューヨークのマンハッタンだったものですから、えー、今日はそのニューヨークのマン,タンマンハッタンブロードウェイなどを中心とした目抜き通りについて語っています。 続いて宮下,先生です、えー、宮下先生はですね、えー、と銀座がご専門です。 えー、銀座のですね主に、えー、と商店主ということに注目されまして、えーまあ、いろんな計画がなされてきた場所ですけれども、まあ、同時にそこの商店の方々が、まあ、自発的にいろいろ町に関与してきた、まあ、その歴史を横断的に、まあ、しかもあの多大なアンケートやインタビューの成果をもとに作られていらっしゃいまして、まあ、その成果の一端として、えー、銀座の通りの目抜き通りとしての性格を語っていただきたい 最後に葵井先生です。蒼、え、井、ー、先生はもう、まあの様々にご活躍で、えー、神社や、えー、東日本大震災のことや様々なこともやられてるんですが、まあ、ずっとあの長年やられてるのが台湾の都市についても研究されています。まあ、その中あの一つの重要な研究が、まあ、この目抜き通りの内容に沿っていると思いましたものですから、えー、ご登壇をお願いしているんですけれども。あの いやあの具体的にはあのご発表を聞いていただきたいんですけれども素晴らしく面白い内容を聞けるのではないかと思います、えー、と簡単ではありますが先生方のご,、えー、ご紹介をさせていただきました、えー、それではですねえー、とえー、と,、えー、と前半と後半に、えー、今回のシンポジウムは分かれていまして、まあ、前半はあの今申し上げましたとおり各先生方に 個別の目抜き通りについてご解説をしていただきますで後半はですねとその登壇者全員で壇上に上がりましてディスカッションをしていければというふうに思っておりますそのような流れで進めさせていただきますので今日はよろしくお願いいたしますではあの早速ではございますが最初のトップバッターは山村先生ということで えーとどうぞあの壇上にお分かりいただければと思います山村先生よろしくお願いいたします、えー、ご紹介いただきました東京工芸大学の山村と申しますあの今日はこのトークセッションにお招きいただき誠にありがとうございますあの私の担当はあのパリのシャンゼリゼとバルセロナのパセオデグラシアパセージャグラシアということで、えー、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、えー、まあ 最初にどうしても聞きたいのはですね、いつもシャンゼリゼに行かれたことある方手てあげてもらっていいですかそれ、すごい、ほとんど全員ですね。ちょっと画面上の方はすみません、分かんないんですけれども、でシャンゼリゼ通り行かれた方。はい。でもう一回聞きます。じゃシャンゼリゼの写真を撮ったことがある方。 なんかねちょっと遅かったかなっていう思いましたけれどもちょっとそこが今日の一つのテーマなんですけれどもこれ凱旋門の上からですね見たシャンゼルゼ通りになってます。今今日最初にに前半にですね、えーたえー、今回のテーマが抜き通りと そここに立つ建物とということなので、まあ、ルーブル美術館を起点としたです、ね、シャンゼリゼ通りのまあ一つの新しい解釈についてお話しさせていただくのがまあ一つとその後にです、ねまあとにバルセロナとパリの比較、えー、シャンゼリゼとパセオ・デ・グラシアの比較をしてみたいと思います。でこれはグーグルの写真から見た、えー、航空写真になってます。まあ、こうずっとシャンゼリゼ通りがこう伸びていくのが分かりますけれども、まあ、ちょっとこう回転させていただくと、まあ、よく分かりやすい。 まあよく言われますバロックの都市として、まあ、直線でですね、まあ、かなり、えー、明瞭にこうぶった切って街を作っていくそういうあの歴史がありましたけれども、まあ、シャンジェルゼ通りと呼ばれているのは、ね、ここのコンコルド広場とここの凱旋門があるプラス・デシャルド・ゴール昔はエトワール広場と言いましたけれども、まあ、この2点をですつ、ね、なぐところをシャンジェルゼ通りというふうに呼んでいます。 もともとそのシャンジェルデ通りはそんなにあの古いわけではございません。パリというのはですね、ここにこうセーヌ川があります。ずっとこう右の方から左の方にこう流れていくセーヌ川があって、ここにシテ島があってですね、ルテッセという、まあ、ここに最初のパリの起源があります。でその方からこう右岸と左岸の方にですね、こう開かれていって、 まあ城壁をです、ね、こう何回も、一回、二回、そして三回というふう,にです、ね、こう同心円状に拡張していくという。そういう都市構造を持っています。ですので、まあ、ここのちょうど江戸広場。外線門ができるところというのも、ちょうどこう外最後の城壁を壊したところがぶつかるような、そういうところでありました。 でこうそのブールバードというのがよく言われますけれどもそれは城壁を壊したところに幹線道路を作ろうというのともう一つアベニューというのがモニュメント同士を接続するための大通りということでシャンゼルゼというのはアベニュー・でシャンゼルゼという名前がついてますが福音70メートルのものもすすごく大きな通りをですね作ってますでこのシャンゼルゼ通りはもともとそのもとは農地というかですね郊外にあった場所でして。 でこのチュイルリー公園というのがあるんですけどその延長としてこうずーっと出てきたっていうのが一つ大きな特徴として挙げられるところです。今ここのちょうどよく皆さんが行くシャンゼリゼ通りっていうのはこの部分ですけれども、まあ、一つのこう歴史のまあ中でですね一つの軸を持ってまあ伸びてきたそういう町だというふうにまあご理解いただければと思います。 そそれでそのルーブル美術館をまあ今回、なんで対象にするのかということなんですけれども、えー、今回の,そのシャンゼリゼ通りというのは、空間としてはこ、あの名称としてはここからここまでなんですけれども、実際に行かれると、ですね多くの方は、例えばこのエトワール広場、すみません、えっと、シャルド・ゴール広場からずーっとこう歩いていくと、まあ、大体このコンコールド広場で、はい、やーめたって帰る人はいないですね。皆さんいいこのままずーっとこう歩いていく なんで、こっちのチュイルリー公園を通って、で、ここのルーブル美術館に行くと。で、こういうあの一連のシークエンスを通っているので、まあ、シャンゼルで通りだけ考えるっていうのはなかなか難しくてですね、この一連の中で考えることが大事だと思ってます。でもちろん、これは逆方向に歩く人も当然いっぱいいらっしゃいます。ルーブル美術館で絵を見てから、こう、チュイルリー公園を歩いて、でコンコールド広場を通って、シャンゼルで通って、凱旋門に行くと。 まあ大体ですね、このどちらかの方向しかあんまり人々はこう動かないんですけれどもこれが1つの大事な、えー、特徴であると思ってまして、まあ、この1つの軸を歩くためにですね、まあ、パリの方々、まあ、パリの設計者デザイナー都市計画家の人たちは、まあ、そのビスターをとにかくきれいに整えるということで街を作り続けていますでこれはあの歴史軸アクセイストリックという名前がついてますけれども歴史軸という名前で、まあ、通称呼ばれております でそれはあの先ほどあのお話ししました、拡張の軸がちょうどこの画面でいうと右から左に向かってこう伸びていくというのがまあその背景としてあって、徐々にこう歴史が水平に重なっていく、そういう都市構造をしていると。でその歴史軸をまあどういうふうに解くのかっていうのがまあ今度は設計者の視点ですね、それがすごく大事なことだと思っています。自分もあの あの今日あのごあの登場させていただいた中では、まあ、自分でも設計事務所をやっておりましてやっぱりこう場所をどう読むのかとかですねものを作る時にどうしてもその関係とかをを考えざるを得ないと思いますでその一番中で最その中で一番まあ最新のというか、えー、僕が一番面白いと思っているのがこの i イ p ンペイが作ったピラミッドですねでこの i イ p ンペイは、まあ、ちょっとこの間なくなってしまいましたけれども なんでこのピラミッドを作ったのかっていうことが、まあ、今日の僕の主題の一つです。でこれはですねあの私の専門はさっきガウディだというふうにご紹介いただきましたけれども作家論をあの専門としています建築家がどのような思想でどのような建築を、まあ、どういうふうにして考えたのかということを常に考えているんですけれども、まあ、パリに住んでいた3年間ですね やっぱりこのガラスのピラミッドっていうのはあまりにも美しいなと思ってですねもうどうしてもどうしてもその理由が知りたくて、まあ、自分でいろいろ研究というか仮説を立てて考えてましたでこの「ア・ナチュラル・ソリューション」っていう言葉がありますでこれはあのアイン・ペイがですねこの建物を作る建築を作った時に、まあ、自然な解放であるという言い方をしました で、そのなんで自然な解放なのかっていうのはどこにも書いてないんですね。どこにも言ってくれないで、図面にも残ってないんですね。なので、これはもうまあ。我々研究者というか、残された人間がまあ様々なまあ思いで、それを解釈していく必要があると思うんです。けれども、ルーブルの美術館というのは、そもそももともと美術館ではなくて、あのお城城壁城塞でした。 でその城塞にこう城壁がくっついてくるんでこちら側が城内だったんですねなので最初は城外にあったんですけどそのうちこう城壁が拡張されてルー,ブル,美術あルーブルの宮殿が取り込まれることになります。でそれとこう一体化してこうどんどん拡張していってさらにまた城壁の外に出ることになる。 でまたこの城壁いらなくなるのでもうずっとこう町の中にあり続ける、まあ、王宮として成長していくんですがここにあったこのュチュイルリ宮殿というまあ本当はこっちがもともと王室の住まいで、まあ、そこからこっちに行くのに面倒だからというのでグランドギャラリーというのを川沿いにくっつけましたここが今のイタリアの絵画あのダ・ヴィンチの絵とかが並んでいるそういうところですけど初めてこう都市,都市と、まあ、川と建築は関係を持ったのがこの時で でそれをこうどんどん関わうようにです、ね、ぐるーっとこう一周していきます。で、ここの完結した後にですに、ね、ここにまあ,あったチュイリリキュが火事、アンシャンレジームの運動により、これが火事で全部焼けた、それによってこのルーブルビス館というのは左側に開放されるという、そういう歴史を持っています。で、パリの街というのは、今までも何回も何回もいろんな人がですね、改革をしてきました。 アン・リヨン製のグランデッサンとかナポレオン三世の時のオースマンの改革そしてフランス・ワー・ミッテランのグランプロジェというのがありますこのフランス・ワー・ミッテランのグランプロジェの中にこのルーブル美術館の改修というのがあってこのリビタライゼーションという言葉がありますけれども、まあ、都市を活性化させるとで建築を使って街を活性化させるんだっていうのがこのミッテランの時のすごく強い思いでしたオースマンの時のように道をズバッと通すのではなくてあくまで建築でいくと それでもう一つまあビジョンがあったんですね。1983年にミッテランが就任して、すぐにグラ,ンルグランルーブル計画というのを始めます。で、そのゴールはあ1989年の G7 サミット。この時までにルーブルを新しくしてくれと。で、えー、ミッテランはさらにいろいろ考えてですね、i m p にもお願いしたくてしょうがなかったんですね。それなので、普通コンペで行われるプロセスを全部すっ飛ばすために、これを修復のプロジェクトという位置づけにしました。 修復のプロジェクトにすることによってコンペをしなくていいという、まあ、フランスのちょっと別ルートを使うことによって匿名のプロジェクトになりますでもそうすると何が起きるかというとコンペ要項もなければコンペの,その審査の過程もないのでその箱が全部ブラックボックス化しているなのでそれを一つ一つまあこう読み解いていくというのが、まあ、自分でやってたことになりますでこのルーブルのもともとはですねここに大蔵省が入ってたりしたのでこう駐車場になってたんですねこの広場は。 あの全然こう都市とつながるとかそういう話もなくて当時は多分まあ僕生きてないですけどシャンゼリゼからここまで歩いてくる人はほぼいなかったと思いますただまあこういうガラスのピラミッドを作ることによってこう人が誰もいない風景ですけどここに初めてこう人がやっぱり集まってくるそういう場所を彼は作ることができましたでこの ペイとミッテランというのは本当に仲すごくまあ良くなってですねいろいろやってるんですけどなんでピラミッドを作ったのか成計者の視点から考える仮説です。で自分なりに私なりにですね、まあ、どういう要求をやってたのかというのを整理すると、まあ、こう A から E の中に分かれているんですけれども、まあ、空いた大熊田省をまあ外にやったんで空いた空間をどうするのかとかパブリックスペースをどうするのかとかですね まあ、あとは新しいその素材を使ってどういうデザインをするのかとかいろいろか要項みたいなのが出てくるんですけど今日はそれをちょっと割愛しましてですね、まあ、なんでそのピラミッドなのかの話にします。でやったことは基本的にアインペイはですね全部地下に埋めるという手法を取りました。そこ先ほど求められていたパブリックスペースとかカフェとか図書館とか、えー、お土産屋さんとかいうのはですね全部見えない下に入れてとにかくガラスの,あの三角形のピラミッドだけを置くと。 このピラミッドをですねからこうずこう今日はあのずっとこう歩いていこうと思うんですけれども最初に出てくるのがこのカルルーゼルのの門というのがありますこれは1806年に作られた凱旋、えー、門なのでローマの当時のものではないんですけれどもとてもよくまあできている新古典主義というかもう完全に古典主義の,あの建築で、えー、ローマのフォロロマーノに立っている凱旋、ね、門はそのままコピーしたような建築を作りました。 もちろんナポレオンが作るっていうその凱旋の意味を込めてまあ彼は作ったんですけれどもそれを抜けてこう歩いていくとまあ我々の今の知っているこうシャンゼリゼのこうビスタが抜けていきます。でそれを過ぎるとですね最初にチュールリー公園が広がってます。もともとは王様のこう庭園だったところですけれども今ではこうピクニックをしたりですねえいろんな人がこうな時間を楽しむように歩くと同時にまあ家族連れの人だったり あとはこう彫刻もともと彫刻をこう作る彫刻の庭園を作るっていうのがテーマだったので彫刻のあある中にカフェがあったりしますでこれを作ったのはこのアンドレル・ノートルという人なんですけど、まあ、彼はあのベルサイユ宮殿の庭園を作った人なので、まあ、ベルサイユの王宮のコビスタを作る形でこのチューリー教諭も作っていてさらにそれがこうシャンゼリゼの方に伸びていくというそんなイメージです。でその次にに、ね、ここにあの オベリスクががっててまますすけれどもココンコルド広場が出てきますでこのコンコルド広場というのはあの不思議な広場でして、まあ、真ん中に1本立ってるんですけど中心が2つに分かれてますでこれはあのまさにバロックの時代にできた都市計画の本当に象徴的な形をしてますけれども、まあ、ケプラーの楕円運動が世の中で見つかったことによって1つの中心から2つの中心にこうずれるとでそれがまさにそのまま形として現れたそういう広場があります。 その真ん中にまあナポレオンはこのルクソール神殿から一つの、えー、オビリスクを建てるわけですけれども、これずっと歩いてくるとここルイブル級で、ここがカルーゼルで、これがチュイルリー公園で,で、逆に今度見ていくと、これがオビリスクで、これがずっとシャンルゼルズで、これが外線門になります。なで、ずっと歩いていくとですね、見てわかる通り、あのシャンルゼルズ通りはフラットではありません。ちょっとこう、なめな下がってこう上がっていく、そういう。 起伏を持ってますでこうずっと行くとですねこの辺からこういろんなお店が立ち並んでいて奥に見える凱旋門まで歩いていくことができます。 でこれはあのシャル・グランという人が作った新古典の本当に凱旋門なんですけれども、まあ、新しい新古典ということで全然スケールもそういうの過去のものとは違いますし、まあ、プロポーションは印字しながらもです、ね、このバロックの都市の真ん中にアイコンとして作るという意味で、まあ、かなり近代的な新古典主義の建築としてこれは真ん中に立ってます。でこれは真ん中のボイドをですねヒューッと覗いていくと奥の方に実はまた新しいグランダルシュという新凱専門が見えます。 まあパリはあのこの辺の,この丸の内と同じようにですね高さ制限がずっと決まっている町ですから今でもですね 31m の規制線は守っているので高層化できませんなのでまあパリの金融特区というかですねすごい最先端の経済活性化の場所としてこの新街専門のラデファンス地区というのを奥の方に作って高層ビルが並んでますまさにここがそういう状態ですねでこれがあの デンマーク人ピアッチャがコンペで買ったグランダアロシュという新外線門ですけれどもこの裏をまた盛り返してみると、まあ、ずっとここに見えるのが今の外線門でこう上を上ってみるともうちょっと見えないんですけどこの辺にこうルーブルがあるというそういう構成になってますでこの一回パリの絵をですね見てみると、まあ、ずっとこう伸びているこの軸線がですね今はこう新外線門の方まで伸びていっているというそういう えー、形になっていますけれどもここでじゃあここにピラミッドを作ろうと考える時に、まあ、i n p ペイはどういうことをやってたのかっていうことの一つのいい例がです、ね、あってこのテッド・デラ・デファンスというプロジェクトが年にありました実はさっきの金融特区の場所に高層ビルを作るというプロジェクトを i n p e は依頼されてますけどその時に彼が書いたのはこの都市断面だったんですね。 でこの都市断面をずっと見ていくとこのコンコールド広場からここに凱旋門があってこの視線に隠れるための高さを設計しますつまりチャンゼルズ通りからのビスターを邪魔しないかつ最大ボリュームはどのくらいなのかとでかつここにこうボリュームが見えてますけどこのボイド空間に、まあ、見えないように形を作るにはどうしたらいいのかというので結果的にはこう逆ずりのようなですねそういうあの えー、ビルを設計ししてました残念ながら立たなかったんですけどただ彼はですねやっぱりこのパリの地形というかこのパリの持っている歴史的な軸というものにすごく深く造形があったと言えます。でこう並べてみると右から凱旋門、えー、チューリュリー級コンコルド広場でこれが、えー、すみませんある凱旋門で凱旋門というふうに並びます。 これを整理してみるとですね、まあ、ちょっと抽象的に書きますけれどもこれがえ1つのすいませんこれがチュイルリー宮殿でこれがコンコールド広場でこれが2つできた凱旋門ですけど1つはものすごく古典的なものでもう1つが新古典の凱旋門でこれをまあオースマンの計画によって先ほどのシャンゼリゼがこう伸びていくことによって1つの軸をまあ道として完成させてでその後にえグランダルシュができます。 でこれをまあ僕なりに解釈するとこれはあの様式紙の並んでいるというそういう解釈ができると思ってます一番最初に見せたあのカルーゼルの門はもう完全にローマのコピーででフランスはルネッサンス様式というのはイタリアのようなものは開花してませんでしたけれども庭園においてはかなり、えー、ルネッサンスの時期に発展していてそれがバロックにとつながっていきますでその後、楕円のバロックと神外専門とさらにモダンと。 なった時にじゃあローマより前に何が来るのかっていうのがまあ僕なりの仮説でそれがエジプトなんだというのが一つの答えです。もちろんこれはシャンゼル・デ・ドーリを考えるときにやっぱりこう時間の軸というものをですねどう考えるかさっき伏見さんが歴史の問題を話されてましたけれども、えー、その下にある歴史ルーツというものを考える必要があるというのがマ、まあ、インペイが言っている言葉で、まあ、これがないと。 まあ、なかなか理解はできないのかなというのと同時にやっぱり設計者であるがゆえにですねその場所をどう読むのかといった時にその目抜き通りの位置づけをどうやって、まあ、より強く魅力的なものにするのかというのがとても大事な視点なのかなというふうに思ってます。なので今見るこの姿は、まあ、歴史軸と言われてますけれども建築やってる人間にとってはこれはもう洋式史の美術館のようにしか見えないんですけれども、まあ、そんなふうにですね、まあ、見てたんじゃないかなと。 思いますなのでシャンゼリゼはヴィ、まあ、スタから都市骨格へと転換する目抜き通りで目抜き通りにランドマークとして建物がこう点在していてで裏の話はちょっと出てこなかったんですけれども裏というのは基本的にサービスの動線になっててあんまりこう観光客が行かない場所になってます。なので歩行者優先の、えー、しかも信号が短い、まあ、渡る時にですねとにかく止め,止めないっていうことをやってますけれども双方からこう行ける軸性の空間を有しています。 でちょっと時間があれなので短めにいきますけれども、パセオ・デ・グラシアというのはとバルセロナにあります。これはサルダーのプランになってますけれども、バルセロナというのも同じようにです、ね、3回拡張してるんですが、1回、2回、3回の拡張で、その後にですに、ね、近代都市になるときに、この衛星的にあった3つの村とこのバルセロナをつなぐというので、この計画が作りました。でそのときにこのグラシア地区とこの子を結ぶというのが、パセオ・デ・グラシアの通りになってます。 でこれを作る時にですねあの当時のまあ計画者たちはシャンゼルゼを真似しようということで作りましたただ決定的に違うのはこう村と村をつなぐということがあるだけでそのモニュメントがあるわけではないんですねなので福音は全く同じなんですけれどもなかなかそういうあのパリみたいな歩き方はできないただ面白いのはこれ全部並行して道がこう重なっているので これはパセオ・デ・グラシアですけれども、この裏にですね、ランブラ・デ・カタルーニャという通りがあります。これはあの住んでいるとよくわかるんですけど、こっちは観光客の人たちがよく行くんですが、こっちはまあ日常的に住むカタルーニャ人の人たちが行くような店が並んでいる。だからこう表と裏をこうですね、こうくね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 しながら行くことができるのと同時に、右手側が山があって、左手側が海になっているので、バルセロナは自然と歩いていると、大体海の方に歩いていきます。 なので、編み出し器になっていて、それがバルセロナの一つの特徴かなと。また逆にこう空間の作り方としても、あの車道と波動があの歩道が反転しているというのも一つの特徴です。なので、ちょっとまとめてみるとですね、パセオ・デ・グラシアというのは、町と町をつなぐ幹線道路としての目抜きで、目抜き通りに建物は沿って建ってます、モニュメントとしてこう建っているわけではない。 で同一方向に走る裏通りとの性格の分離、まあ、裏通りをうまく使いながらこう表も活性化していくというのと、まあ、多様な選択と海へと誘う自然地形が重なった阿弥陀構造ということでさまざ、あ、まなです、ね、こう選択肢をしながら一つの海に向かって歩いていくというそういう構成をしているのがまあバルソナの特徴なのかなというふうに思います。 まあこれですいません、えー、と時間をちょっとオーバーしてしまいましたけれども、えー、とパリとバルサロナの発表は終わりますけれども、芦、まあ、原義信先生がです、ねまあ、言っている言葉にまに、あ、パリっていうのは作られているし、まあ、美しくなるように作られてきたんだという言葉を残してますが、まあ、やはり都市というのはです、ね、何かしらこう意味があるものの集合で、初めてこう歴史の積み重ねっていうのはできてくるんではないかなというふうに、個人的には思います。すいまませんどううもありがとうございました 山村先生ありがとうございまアイエンペイの話は本当にダヴィンチコードみたいな話で <laughs> 本当にそうだとすると驚くっていうことなんですが、まあ、ただあの、まあ、歴史っていうものがそもそも目に見えないものだっていうふうに思えばあの 歴史の探求というのはコードを明らかにするというふうにも言いますから、厳然するものの背後にあるコードっいうことがまさに歴史の意義だという意味では今のえっ、ー、とアイアンペイの話も歴史の公用を示すコードの解明の一つなのかなというふうな気がいたしました。ではあの続いて次の発表に移らせていただきたいと思います。えっ、ー、と次はあのヴェネツィアカナログランテですが日畑先生よろしくお願いいたします。こんにちは。 近畿大学の日渡と申します。今日はこのような貴重な機会にお招きいただきありがとうございます。早速ではありますが講演に入りたいと思います。で今日はですねあの目抜き通りということの事例としてえベネチアを紹介したいと思います。であのベネチアは、まあ、テレビでもよく紹介されていますのであのご存知の方も多いと思います。でそうですねそのベネチアの中心を流れています えっと、大運河カナルグランデをに今日は焦点を当てて、えー、話をしたいと思います。でこのような形で世界遺産になってますし皆さんご存知ではないでしょうか有名なこれがカナルグランデですね。でこんな感じで夜景もすごく、まあ、でもこれ本当に貴重な写真になってしまいましてかなり密なあのレストランもぎゅうぎゅうに座ってますけど過去の写真になっちゃいましたけど本当にこんな感じでもう本当に綺麗な。 えー、大運が見抜き通りになっていますで最初にちょっとベネツィアの,あの空間構造どういうふうにベネツィアが成り立っているのかっていうのをちょっと紹介したいと思います。こんな感じで海の上に浮いてるような本当に島があの離,れ離れ小島のような形で島がこう浮いてるような形ですね。でそれがどうやってできたのか。 だって川,川からすごい土砂がいっぱいこう堆積あの川がすごい流れてましてそれを土砂を運んできますので地形的にこういっぱい水をこう土砂を堆積していくっていうそれが波の力によって焦げ削られて湿地帯ができてくるとでこのような最初は島がポコポコ浮いてるような形ですねでだんだん埋め立てられてこの人工的にでもこの時にカナルグランデってここの中心軸ですねこれができてるで今見るような これ航空写真ですけども、こんな形になってるで。こういう成り立ちがあります。まず地形的にすごく特徴的っていうのはありまして、こんな、あの、これはカナル・グランデではないんですけども、ちっちゃい運河がいっぱいありまして、かなり曲がっているのが特徴的です。で、街路も。建物がこう直接立ってるっていうのすごいですよね。これが本当にベネチアの、あの、 世界有数の観光地ですけど皆さんが魅了,魅了されるところじゃないでしょうか。で川と建物が運河と建物が一体となったこういう建物にも直接船が入るようなそういう建築もあります。でガイルもすごく細いんですよね。そのガイもかなり曲がってたり本当に狭いそういうのが特徴的です。 もともと島で成り立ってて後から橋が架けられたっていうところは結構あるのであの橋が曲がってるっていうのもポイントでこういうのが本当面白いところですね。でそういうところには必ずマリア像があったりしてアイポイントで。でこれはちょっと色が変わっていますねすいませんここほんと水色なんですけどカナル・グランデの表側じゃなくてこう裏側にこう市民地元民のコミュニティの場である広場がある。 そういう感じでちょっとじの住民本当の住民がこう憩う,うところはこう島の奥にあるっていうのも特徴です。で今日はですねこのカナルグランデと呼ばれるこのじ中心を流れるこの S 字のところを紹介したいと思います。でベネチアの構造なんですけども3つの核がありまして1つがこう一番有名なサンマルコ広場ですね。ここは政治的なな中心になりますで 中央にリアルトっていう、あの、市場とかあるところですね。商業、経済の中心。で、もう一つ軍事的なアルセナリ国営造船所っていうのがありまして、で、ここがもうサンマルコ広場の、ここがもう象徴的な、えー、水辺に顔を作っているってこれが、えー、ベネチアの本当に特徴な部分になります。で、もともとはですね、ベネチアも交易で、 栄えてたところで領土を見ていきますとこういうアドリア海と地中海の東側ですねとのつながりが深くてそっち側からこういろんなものを輸入して貿易をしてで大陸のアルプスの方にこういろんなものを売ってで栄えてたっていうそういうところなんですがちょっとその船がこういっぱい来る船がどういうふうに入ってくるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。外から えー、ベネツィアのラグーナですねラグーナの外からこうやって船が入っていきますと最初にこういう離れ小島のラグーナの島に着陸し着、えー、と接岸されますでここでちょっと今コロナ禍なのでどういう施設があるかっていう話を持ってきた時にこうラザレットっていってあのベネチアの場合は国際都市であり海洋都市でありもう本当にあらゆるものが いろんなところから来るわけで、疫病もすごく来るような、そういう場所なんですね。で、中世の頃から、本当に疫病との戦いでもありました。なので、世界に先駆けて、ラザレットって呼ばれる、あの、40日間、止め置きをするような施設が作られて、そこで、あの、検疫、検疫っていうか、あの、そうですね、疫病が発症しなければ、都市に入れるっていうことで、あの、止め置きする場所が、 作られましたこれが本当に世界初の最初は10日間とか2週間とか30日間とかいろいろあったんですけども世界に先駆けてこういう施設ができたと。でサンマルコ水域にいよいよ入ってきてで税関もあってっていうそういう形で発展したところでこのサンマルコ広場のこの水域ですねここが本当に都市の玄関口になるそういう構造を持ってます。 で海からの玄関広場もうほ当にここがだからあの海洋都市の玄関口なので相当象徴的に作られているっていうのも、えー、特徴がありましてでもう一つの特徴としてはここで荷物をこう今度はちっちゃい船に乗,り、えー、乗せてこう内側まで入っていくっていう話もありますのでここのカナルグランデ沿いが貸し空間になって土産におろしの場所になるんですね。こういういいいのが本当にに街中にいっぱいある でそういう荷揚、えー、げ荷卸しの場所が今でも通りの名前として残ってましていくつかわかるものがあります。ここに挙げているのはそういう例で例えばワインの菓子だったりオイルの菓子だったり鉄とかそうですね有名な菓子がありますけどもそういうふうにこう街中全体にこう港機能が広がっていた。これは渡し船ですね。あの人間もかなりこう横断するような、えー、カナルグランドですね。 こう,いうこういう動きがすごく活発にありまして、これ現在もう私船4箇所、5箇所、4箇所しかないので、こういう動きはなかなか見れないんですけども、当時、当時い17世紀ですね、17世紀っていうくらいは、こんな形でこう横断するような、こういう動きがあったいうのが分かってます。で、遠方からもあの来てたので例えば、例えばですけども、ベローナとか、そう、アドリア海。 の方かからとかそういうい所も決ままってましてしこここれこですねだからカナルグランデをこう行くというよりかはその外側にこう行くこの軸が当時は強かったようです。じゃあそういうところが実際どうやってできてきたのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。これはカナルグランデの中心のリアルト広場、いやいや失礼しましたリアルト市場の周辺ですけどもここは経済的にも 一番活発だったところですねでここに召喚建築ができて先ほども言いました物流の,の中心の場所だったので水と密接な建築が建ってくるなので一回がこう荷上げにおろしできるようなそういう建築が建っているこういう感じですね本当に開放的でで先ほども言いましたけども東とのつながりが強かったのでイスラムの影響も受けているそうです これ,もこれはそうで、ね、あの1階が倉庫オフィスって書きましたけどもやっぱりこの時代っていうのは水と密接に結びついた建築がこう立ってくる。でこの頃になると15世紀ですけどもあの今度はだんだんとですね貴族がこう住まいとして、えー、このカナルグランデっていうところに住んで、えー、ちょっとステータスのような形で 建築を建てていくっていくでここにちょっとちょっと特殊な例なんですけど可動炉を持ってきたのは最もこう華やかで水にこう開放されている建築が建ってくるのも特徴がありましてなぜかっていうと先ほどあのベネチアの地形の成り立ちを話しましたけども非常に複雑な航路になってるんですね。なのであので もしそこの航路の標識である木具を抜いてしまうとどこが航路かわからなくなってこう敵が攻めてきても船が座礁をしちゃうというようなことがありまして、まあ、地形的な特徴があるのであのこういう開放的なこの時代だと他の町だともう城壁で固めてかなり頑丈な建物を作っていくわけですけれどもベネチアの場合はそういう水に守られているということでかなり開放的な建築も立ってくる。 もう一つは内紛もあまりなかったんじゃないのかなっていうのもある,あるようです。で先ほどの物流空間だったカナルグランデがだんだんと社交の場おもてなしの場所にこうなっていきます。この辺がルネサンスですねで先ほどもとは全然違う水に、まあ、開放してるけど12階でこうなんですかねあの商,商業というかそのに。 値上げに卸しをするような場所ではなくてこうお客さんをもてなすようなそういう、まあ、右側のこれなんて外線門のようなそういう作りになっていきますもうこの16世紀っていうのは本当にステータスシンボルでもう全然あのカナルグランデがそれまでの意味とは全然意味を違えてきますでフレスコが実はですねベネツィアってフレスコ画が結構あったみたいですね あの水の湿気がすごいのでそれで状態があまり良くないんですけどもよく見るとかなりカラフルな建物が建っていたと言われていますなのでもうこの16世紀っていうのはここにも書きましたけどもステータスシンボルだし、まあ、劇場性とか祝祭性とかそういうのが強くなってくる時代ですねでそれを象徴したのがこのリアルトの橋の付け替えです それまではここは物流としてかなり頻繁,な頻繁に往来していた時はあのこのリアルドが跳ね上げ橋になってまして、まあ、木造ですしねあの結構大きい船が通っても開くような構造になっていたのがこの16世紀になるともうここは開かないのでこれより高い船は通れないということでむしろそういう物流空間というよりもやっぱり人がこう、えー、象徴的な場所としてあの 建築を構えて、お客さんをもてなすような。そういう全然違う意味をこう成したのがこの時代と言われています。で、18世紀にもなります。と、あのグランドツアーといってまあ、イギリスから始まる。あの貴族が何ヶ月もかけてこうヨーロッパ上行く。あのグランドツアーですけども、ヴェネツィアにもその波が来てまして、こういう絵が描かれています。 これが18世紀ですね。なので、この頃になると、いわゆる観光というものが始まるようになって、だんだんとこう見抜き通りというか、まあ、カナルグランデをこう見れるというような動きが出てきます。で、祝祭制ですね。劇場制、祝祭制。これはですね、あとでも付け加えますけども、現在もこう、息づいているあの地元民のこう精神的な拠りどころであるカナルグランデのこう使い方の、もう本当に。 一番こう華やかなものですね。これが中世の頃から実は脈々と続いているっていうのが特徴です。で、これは現在のこれはと9月の第一日曜日ですかにあるあの歴史的なレガッタストーリーかっていうものなんですが、今年もコロナ禍ですけどあったようです。かなり気をつけてこういう形でやったようで。 あとで付け加えますけどここのこれですねこの貴族のもともとの邸宅からのバルコニーからこう見るっていうのがこの地元民にとってはステータスのようでこういう使い方ってなかなかあの観光客には難しいのでこの辺が地元と観光客との違いっていうのがよく表れているかなと思います。サン・マルコス駅でもやっぱり祝祭っていうものがあります。 でまあ、こ今まではあよく知られている実はベネチアの中世から続く、えー、近世というかまあそれまでベネチア共和国崩壊までを見てきたんですけども実はその後に作られたベネチアが今に直結してるんだよというのをちょっと紹介したいなと思います。でベネチア共和国崩壊後何が起こったか今までは貴族の館でしたそれが公的空間にこう結構なりますこの紫色が公的な施設ですね。 今でいう市役所とか裁判所とかそういう図書館もありますし、えー、郵便局とかそういう施設が入ってきます。で一番やっぱり大きくベネチアの,そのカナルグランデに影響を及ぼしたのがやっぱり陸の視点からの都市整備ということでベネチア局崩壊された後フランスとオーストリア交互に統治されるわけですけどここにありますようにそういう陸からの視点何かと言いますと鉄道ですね。 鉄道がかかったことによって陸とのつながりがすごく密になります。で、その場所もこの大陸とのつながりなのでこっち側にかかって、今までは表玄関がマルコ広場側だったんですが、こっちに鉄道ができたので、鉄道駅ができたので、これによって表と裏の関係がこう逆転するっていう現象が起きてきます。で、例えば街中にいっぱいあった港機能、それが 鉄道とともに、今度は新港湾出て港湾整備もされまして、全部こっちに集約されることになってしまいます。これで本当に都市構造が変わりまして、サンマルコ水域っていうのは、今までは本当に入り口で中心だったんですけど、こっち側に中心が切り替わるという、そういうきっかけになりました。じゃあ、こっちのサンマルコ水域ではどういうことが起きてきたのかっていうのが、ここ本題ですね。一つは えー、ホテルがだんだんんとこっち側にできてきてますでそのホテルができてくると同時に海水浴場の開発とかもありまして観光客の流れがこういう流れになってきます。サンマルコ広場からリドという軸がすごく強くなりましてで次に鉄道駅ができたことで水上バスこのバポレットですね蒸気船も登場して。 してでここで初めてだから19世紀に初めてこの鉄道駅とサンマルコ広場を結ぶこの目抜き通りカナルグランデっていうここをこう往来するような観光客が頻繁に往来するような強い強い軸ができたのがこの時になります。でそれまででっていうのはこんなに水上バスで いっぱい人を乗せて運んでなかったのでちっちゃい船で往来してただけなのでそんなに強い軸ではな、まあ、あるにはあったんですけど強い軸ではなかったそれが強い軸として確立したのがこの水上バスの登場になると思いますでまあストライキもありましたよっていう紹介ですねでなんでストライキがあったけど成功したかっていうともともとはこうやって 裏をこうグネグネ行かなきゃいけなかったのがグネグネ行けなかったのが水上バスの登場によってシュッとできるようになったのでこの理由によって水上バスが受け入れられたっていう話があります。で時間にもなってきましたので、えー、紹介しますと、まあ、カフェもできたりして1930年代に今見るようなこういうカフェ空間ができてきたの。それはまあビエンナーレっていうあの国際展示ですねそれと結びついて発展してで今はこんなにいっぱいありますよって。 で、ちょっとこれ付け加えなんですけども、ちょっとおさらいで、観光客の動きは、だからこの鉄道駅からサンマルコス駅をこう結ぶような、これね、軸に対して、地元民は、ちょっとバグってて申し訳ないんですけど、こう、短い区間をちょこちょこ行くような、そういう使い方、あるいは渡し船でこう横断するような、これですね。真ん中に新聞を、 読んでるおじいさんいますけど。で、これ立ってるっていうのが大事です。立ってると地元民です。観光客も使うんですけど、観光客は座ってます。で、最近ちょっと座るようにもしかしたらなったのかもしれないですけど、あの、危ないから、観光客もすごい使うようになって危なくなったんで、座るようになったっていう話も聞いてますけど、でこれ、どういう写真かというと、横断してる、えっと、渡し船に対して待ってるんですよ、水上バスが。これもボートが待ってます、モーターつきが。 こういうい形ですねこの違いでこれは、えっと、水上バスの駅がいっぱいありますよっていう趣旨論文でやった内容なんですが300メ半径 300m400m もすると半径 400m でだいぶもう網羅するよっていう図ですね。はい、で最後に紹介したいのがやっぱり、えっと、地元民あるいはこう、えー、カナルグランデ沿いに住んでる人のステータス。 ステータスとしては内側からカナルグランデを見るこういう景色ですねこれがあの観光客とはちょっと違う視点であり大学もありますので大学でもこういう視点で見れるっていうのが、えー、違いとして紹介したいと思います。と今日はあのカナルグランデというと、えー、をもとに地元民と観光客の見え方の違い そして歴史的にも少しずつできていったというのを紹介いたしました以上で発表終わりたいといご清聴ありがとうございました日渡先生ありがとうございましたあのベネチアの中の都市の機能と構造が変化していく中でその目抜き通り像の建物もいろんな種類や変化が生まれてきたということがよく分かったのではないかというふうに思います あともう一つ補足情報ですけどそのカナル・グランデをその目抜き通りと見なすっていうことについてはあの先例がございましてあのこのシンポジウムの,あの,あの考える上での元の本が一つありましてそれはアラン・ジェイコブスさんが作った「グレート・ストリート」という本なんですがその,の「グレート・ストリート」は世界中の目抜き通りについてジェイコブスが集めた本ですけれどもその中でもですね「あのカナル・グランデ・アズ・ア・グレート・ストリート」ということでラインナップされているということも情報として付け加えさせていただきます。 では続いてあの三浦先生よろしくお願いいたします。 えー、三浦です。よろしくお願いいたします。えー、私からは、えー、マンハッタンということで、えー、都市を変えるガイドデザインへということで、えー、っと、私の専門がですね、どちらかという、まあ、建築というよりも、まあ、土木寄りというのもありまして、まあ、あの、まあ、建物との関係性も述べていくんですけれども、よりこう、足元の、あの、話題がちょっと多いかもしれません。あの、後半で先生方とのディスカッションで、こう、いろいろ、また建物に関してもちょっとフォローしていただけたらなと思います。で、えー、っと、まあ、あの、プレゼンに移ります。で、えー、っと、まあ、 私の方もちょっと歴史だったりであとまあ自分の研究ではどちらかというと2000年代以降のかなり最新の動きをまあ追っていたんですけれども、えー、まあそことのつながりっていうのをまあの自分でもさらいしながらまあのこ,の件あのこの発表でえ話させていただければと思います。 ニューヨーク市についてですねいろいろ検索してみると大体天楼だったり自由の女神セントラルパークあるいはタイムズスクエアなどのイメージが出てきます非常にアイデンティティになるものが豊かな街でしてその根源だったりその中での目抜き料理の役割を見出すために歴史をさらっていこうというところですちょっとかっていいんですけれども7つのフェーズに分けました時間の都合上マンタハット を含む動向に絞って話しますでニューヨークの誕生は南端のところですね、あのこのウォール街のところになります。で、まあ、ウォールと呼ぶように、防壁を設けたところから始まっていて、でそこから入植が始まってで、現在のバッテリーパークに隣接する砲台ですね、そこから先住民地区とつながる道として、ブロードウェイがこの頃からありました。 でまあそ,その後にようやく建国まあ、えー、国として建国するんですけれどもまあそこから、えー 大、まあまあ、国として、えー、金融の拠点、まあ、多国籍なあ町として、まあ、発展していきますで大、えー、上の図が、まあ、各年代の水際線なんですけれども1900、えー、1800年代に、えー、東西拡張のためにですね、えー、埋め立てをしていて、まあ、これは起業家があの進んで行っていたというところですでニューヨークはあの、まあ、こうした埋め立てを、まあ、4段階埋、えー あの踏んで広がってきてきいますでさらにこの町の成長を見越して島全体をグリッド外区に計画するコミッショナーズブランドと呼ばれるものがま描かれました。でこれが真ん中の図になります。で当時の中心街というのは南端の方ですねウォール街の方でした。でまあ、そこの、まあ 城壁を城壁,城壁じゃないですね、えっと防壁を越えて、えーま、北に広がっていこうというところなんですが、えー、このプランでようやくその今、まよくま、今日5番街の話とかも少ししますけれども、ま、1番から12番街っていうものが計画されて、ま、南北に伸びていくとでこの外区改区はですねオーナーー民間のオーナーが負担しつつ、ま、市街化が進むんだというところです。 で現在のミッドタウンのあたりから、えー、セントラパク、まあ、まだセントラルパックブランされてないのでないんですけどちょっと真ん中のあたりに半分に至るエリアはコモンランド、まあ、日本語で言うと共有地と呼ばれていて市の公社が管理していましたでコミッショナーズプランのグリッドサイズは、まあ、それ以前にゲルクという人が、まあ、考案してくれと頼まれていて1グリッドあたり5栄賀、まあ、約2ヘクタールの外区計画をしていたと。 でそのサイズ感というのはそのあのドあの独立戦争の負債を解消するためにこう市は土地を運用しようとしていて、えーまあ、ゲルクさんはそれに対してこう売却紙と借地をこう交互に設定して取り、えー まあ、売っていいこうというようとよなあのものを狙いましたで、まあ、売却地が売却されれば隣接する借地の価値も上がるということで、まあ、そうしたあの土地の売買を考えてやったもので、まあえー、と護衛艦に関しても土地の取得したオーナーがあの細分化して運用しやすいようなゆとりのある大きさにされたというような説もあります。 でまあ、コモンランドと呼んでますけれども、まあえー、市が管理するにもかかわらず、まあ、パブリックランドと呼ばなかったところに首都、まあ、オーナーの関係性が現れているかと思いますこれが、まあ、あのゲルクさんです、ね。 でえーとまあ、次あ、ちょっと色がおかしいか、えーと、それから40年後ですけれども、あのニューヨーク万博があ開催されて、今のブライアントバークになったりです。で、まあ、そこで、えーまあ、次はこう垂直方向、まあ、今、東西南北とこう成長する、えー、兆しが見えたわけですけれども、次は垂直方向に町、えー、が伸長していくようなきっかけとして、まあ、エレベーターの技術が、まあ、出展されていくと。で、またあのこのセントラルー,ークが、まあ、できてきて、まあ、この島の中央あたりがあ少しずつこうて 開拓されていくというような状況になります。で、えー、まあ、今度ですね。そうした中で地下鉄が解決する。まあ、要は交通がこうより盛んになっていくってことで駅液、えー、地区も、えー、その。 北の方に進出していきますであの今のタイムズスケアの位置に来るというところですで、えー、ブロードウェイの方はもともとの目抜き通りですけれどもそこからあーオール街の方とセントラルパークを最短で結ぶ5番街が、まあ、目抜き通りとして台頭しますでこの頃その建物高層化も進んできて日照の関係からこう問題視されていきますでこれは5番街のその,子の写真で、まあ、その右が1十その10年後なんですけれども おまあ、車両も増えてきて非常に密な空間になり始めたので、まあ、ここにあったその5番街の教会民間の教会建築規制を提言し始めましたで、まあ、そうした訴えを経て規制型のオーゾーリングが策定されていますでこれをこういう図面がまあ引かれてこれを満たしながらの開発が進んで、まあ、こうだんだんにこう伸びていくウェディングケーキ型の高層ビルがニューヨークのスカイラインを作っていくというところです。 でまあ、一気に戦後に飛ぶんですけれども、まあ、そうしたこう水き通りが戦前出来上がってきてその周辺で、えーまあ、都心、えー、市民中心の 歴史的建造物の価値だったりあるいは地域のコミュニティに光を当てていくというような動きが出てくるというところですで、えーとまあ、有名なジェイクブスさんとモーゼスさんが戦った時代になりますで、まあ、モーゼスさんがやってたその高速道路などのこう大規模インフラが開発されたあ戦前への反動のようにこうスモールアーバンスペースと呼ばれる小さい空間の保全だったり創出が進みます。 でまあ、もちろん豊かな空間としてセントラルパークがあるんですけれどもやはり多くの人のこうアクセス圏内にないというところで。 も,もっとこう,こういう小さい、えー、ポケットパークを散りばめていく方が、えー、市民の生活の質を上げれるだろうというところで、まあ、そういった空間像、まあ、これ、ペーリーパーク、最初のポケットパークで有名なんですけれども、えー、作られていって、でえーまあ、そうしたものをこう民間の開発に合わせて、まあ、公開空調のところで作る、まあ、それができるようなインセンティブ型のゾーニングという方向にまあ転換していきました。目、まあ、抜き通りでもそうしたゾーニングが適用されていって、えー、きます。 でまあ、ここのペイリーパーク、ちょっと写真が小さくてすみませんが、えーとまあ、小さい分、人の活動がよくこう、まあ、風景として見えるわけで、まあ、その人の活動そのものが居心地のいい景観を作るというような考え方から、えーまあ、最近、えー、とよく言われているプレースメイキングというようなあ、まあえー、と公共空間のマネジメント手法が編み出されていくというところです。 で80年代、70年代に入ると、まあ、市が財政難に入ってしまいました。でまあ、その中で、まあ、このブロードウェイの沿道にあるこのユニオンスクエアというエリアで BID ・まあ、ビジネス・インプルメント・ディストリクトですね、まああのまあ、後でやられているようなエリアマネジメントをやっていくような組織が設けられます。で民間がパブリックスペースの面倒を見て自身の開発のエリアの価値を守っていくようなスキームが成立します。 そうした動きに行募、えー、するように、えー、歩行者だったり公共交通に、まあ、配慮するようなああの開発であれば、まあ、インセンティブを与えて、まあ、構想化できるような、まあ、そうしたあのインセンティブの内容も日照よりもそうしたあのどういうアクティビティを支えるかというところに、まあえー、と視点が移っていくというところです。 で、これが一番最近ですね。で、まあ、そうした積み上げがあってからなんですけれども、えー、ブルームバーグさん、えー、と大統領選にか回出てましたけれども、まあ、その、えー、と前市長さんのもとで、地、えーまあ、域全体でパブリックスペース活用と、まあ、開発を合わせて、まあ、相乗効果を狙うようなものが出てきます。まあ、有名なものが、いろんなプロジェクトはこの時期にできました。で まあ一方で、そのウォーターフロントに関しては、えー、まあラグジュアリー、まあ、要は高,、えー、と高所得者を呼び込むような開発だというふうに批判されて、依然とエフィケーションをもたらしてしまったというふうにまあ言われているんですけれども、えー、まあ計画上はあのアフォーダブル住宅を含んで、まあ、こうした、えー、公営に沿って、そうした複合開発を本当はやっているというところです。まあ、それがうまく働いたかどうかというところが、まあ、ちょっと批判の的になっています。でまあ、この前後には ブルンバングさんの前あの人気の前後には。 あのテロがあったりハリケーンがあって本当に大変だったんですけれども、まあ、それがローア・マンハッタンこの最初の町の始まりのところに、えー、重なっていて、まあ、そこに対してまあ再投資が進んでいるというところになりますでちょうどまあ4段階でこう埋め立てがあったって言ったんですけれども、まあ、その埋め立てのエリアがやはりそのハリケーン,サンディの被害を受けてしまっていて、まあ、そこをどうお普段のレクリエーションと、まあ、災害時のお、まあえー、守りの機能を入れていくかっていうところ膨張機能を で来たところで。えー 々学々の議論を地元とやって今進めていっているところです。で、非常に駆け足になりましたけれども、ニューヨークの成り立ちをひもとくと、この4層になるかというところで、自分で書いてみました。で、人の多様性とまあ資本主義の考え方がサイクルとなったまあ資本主義のまあなんていうかシンボルみたいなところなので、まあ、その社会システムがまあニューヨークの活力を生んでいると。で、まあ、生物に例えると、そのシステムを支えるような DNA がまあ地形だったり、グリーン で生み出されたのがまあ電脳かなとで、まあ、細胞が拡張するほどこうトラブルがまあ人体に生まれてくるわけですけれども、まあ、例えば街にしてみると、まあ、格差だったり衛生だったり防災等のまあ課題が出てきました。 でまあ、これらにまあアプローチするのがまあパブリックスペースだったんじゃないかというふうにまあ解釈してます。で、えー、新しいまあ空間デザインだったりまあ仕組みをこう挿入していってで、まあ、既存の空間をコードの書き換えと言ってますけれども、えー、見直していきで機能を更新していくようなイメージです。で、まあ、戦略的にそれを行ったのがさっきえっと紹介したブームバグさんでもう少しそこについてえ紹介します。 でえっとこの方はまあ10年間の任期の中あまあ、その後の予算も計上していくような、まあ、アジェンダプラン YC と呼ばれているんですけれどもそれを作って、えー、まあ、6つの柱を実現していきますよというところでやっていきましたでその中で、えー、着目されたのがこう複数の問題解決に関わるような外路空間になりますで、えー、この時にその時まあ、サディックアンさんというまあ交通局長が女性の交通局長が活躍されたんですけどその方と。 組んで,、えー、やってきますでその中で、えー、あの広場作りというのができてきてニューヨークのお目抜き通りが大きく変わります。でえー ここのタイムズスクエアに一番最初にメスを入れました。えっと、最難関というか、本当にもう交通量も多くてで、かついろんな交通手段が入り乱れているところに関して、まあ、最初に着手して、えー、成果を見せるということを最初にやった。で、えっと、このデザインの理念っていうのは、あのここに書いてますけれども、まあ、今のユーザーを、まああのまあ、カウントしてみると、やっぱり歩行者がお多,いけれ多いんですね。多いのにもかかわらず、えっと、歩道をはみ出て出なあの歩かなきゃいけないような、すごいストレスが高い。 状況にありましたで、まあ、それを見直そうということで、えー、あのここに比率が書いてますけれども、えー、こうした広場空間を挿入していくことで、えー、変えていったというところですでこれがあの非常に、えっと、社会実験で、えー、交通規制をした瞬間人が座り始めてというような形で、まあ、報道でも報じられてで、まあ、成功したというところですで、まあ、その成功を、まあ、マンハッタンで経てで現在、ま、マンハッタンの後、まあと70箇所ですねマンハッタンを 飛び越えて、えーまあ、の整備が進んでいくと。 ということで,すでこの整備効果についても、えっとまあ、レポートが出されていて、えーまあ、交通の話だけじゃなくて、まあ、コミュニティの結束だったり、まあ、経済効果がありましたよというところで、まあ、そういう,うレポートをすごい重ねてます。でこの、えっと、レポートを重ねることでブルームバングさんの任期が終わった後に次の市長さんにバトンが渡った後にも、まあ、この、えっと、広場作りっていうのは引き継いでくださいねっていうところがちゃんと伝わってで広場政策は今も重要性が認められて、えー 引き継がれているという状況です。で、まあ、そのプラザに関、まあ、プラザ、えっと、この広場づくりですね。この大体、だいえっと、まあ、こうした空間構成になっていて。 えまあ歩行者空間化と書いてますけれども、街路の全体あるいは一部の空間をまあ見直して、そこに可動式の椅子を置くだったり、ああそれでえまあ自分たちが好きなようにその場所を使えるというような形になっています。利活用でメンテナンスは地域の方が見て、その地域の文脈に合ったコンテンツが並んでいくというところですで。プロセスはその先ほどプレイスメイキングというえーキー,ワードを出しましたけれども、そこで用いられているマネジメント手法で、とにかく 早く簡単に安くまずはやってみてそこからトライアンドエラーで、え。ー 次の、えー、とアクションにつなげるという考え方ですけれども、まあ、あの最初はこうペイントでこう塗ったような簡単な仕上げにして地域の合意の後とこういう皇室、えー、化をして町、えーまあの,のシンボルとなるような形にしていくというものが取られています。で、まあ、ここ特に民族多様性の高いコミュニティに関してはデモ活動だったり、えー、言論の,あの活動ができるようにするなどこう広場の社会的な位置づけができあのより高まるようなえっ、ー、と 運用につながりを市の方でサポートしています。 でえっと、もう一つこう代表的な事例ですけれどもあのに関しては自転車ですねで。自転車は日本だと普通に乗ってるんですがアメリカも、えっと、女性、子ども、高齢者も危なくて乗れないという形で、まあ、誰も乗ったことが触ったこともなかったみたいな状況だったんですが、えー、それを変えようということで300メートルに一つとこう高密度でステーションを置いていったり、えー、自転車レーンを一気にこう整備したことで、えー、あの徒歩とまあ公共交通のギャップがまあそつながれるという形で、まあ、これはその データを可視化したものですけれども、こう南北にこう、えー、といろんなトリ,トリップとか移動,移動が、えー、と盛んにある、まあ、これ、えーと、時間帯見ると通勤時間,帯時間帯なんですけれども、そうした普通の日常の、えー、と生活にこうあのあの自転車が馴染むようになるようなインフラ整備をしていったとで、こうしたあのステーションの整備っていうのが、まー、あ、ニ不動産にもプラスの評価とされていたというところです。 で、えっと、ちょっと、おしみきみて話しているのであのと、あの、飛ばしていきますけれども、えっ、ー、と、まあ、他にも、そのお、サマーストイトと呼ばれるような、こう、えーあの、体力作りみたいなものもやってみるとか、いろんなことをやっていたというところです。で、まあ、ようやく、本当の、あの、本題の、あの、ブロードウェイに入るんですけれども、まあ、ブロードウェイは、あの、 まあ5番ぐらいと違って、実際に先住民の方がまああのいたとか、昔のニュー仁ー家の方がまああの踏み固めた道なんですが、本来的にはウォーカブルだったはずなんですけれども、もともと車の、交もともとというか、やはりモータリゼーションを進んでから車優先の交通運用がなされたというところです。で、周りのネットワークにこう影響を与えると同時に、え、ー まあそのまあ、こうした広場を、まあ、作ることがです、ねえー、周りの、えー、と空間にこう影響を与えるとともに、えー、こうしたことがあの、えー、できるようになるにはまた数外区こう先をこう見据えて、えー、そこもこうーカにしていくみたいな、まあ、そうしたこうネットワークでの議論が必要になってきます。 でまあ、そのネットワークをこう見てみると、まあ、これがその中通りからかんだぐらいの、えっと、距離感の比較ですけれども、えー、グリッドの大きさが240百四十まあ よりも実際歩きにくい外です企業研究からすると、まあ、そうしたニューヨークみたいな外区っていうのはもう通り抜けでちょっと突き抜けないと、まあ、歩きづらいですよっていうのが分かっててで、まあ、ブロードウェイはある意味その外区を突き抜けるような、えー、と分かれをしてますし、えーまあ、ブロードウェイがないところに関しては、まあ、民衆内にそのインセンティブで、えー、通り抜けツールを作ったら、まあ、容積率が上がるってことで、まあ、ウォーカビティが高くなる基盤はできてたんですけれども、まあ、いかんせんそのグリッドの その中にこの斜めのものが突っ切るという形で非常に交差点が、えっと、あの複雑になっていて、まあ、それが事故を起こしたりとかあのあ問題になっていたというところで,でそこでその空間を、まあ、あの車道はちょっと歩行者空間にすることで交差点の形をシンプルにして、えーまあ、車も歩行者もこう耳の関係にしていくということが実現したということです。まあそれを ポンポンとやっていって、まあそのえっ、ー、と相対としてこのタイムズスクエアがあるというところです。で、あとはまあそのこの長い軸線上にかなり多様性のあるまあ、えー、エリアがあるというところです。まあこれは BID で分けてますけれども、まあ10分以内にこう違うえっ、ー、と特徴のあるエリアに行けるし、まあその歴史性に関しても、まあまあ南からこう発展してきたわけですけれども、まああの多様性が。 あるしでまあその、えー、とやっぱり歴史的にできてくるその建物の、えー、と容量も違うので、えー、やはりこうローアーマンハッタンこちらの方ではあのより、えー、と住居機能が多いなど、まあ、その成り立ちに従って、えー、非常に用途の多様性もこの沿道沿いにあるというところです。でまあさらにこうしたあのパブリックスペース小さい空間作りが、えーとまあ、多様なアクティビティをまあ可能にしていって、えーまあ、ブロードウェイをまあ支えているというところです。 でえっと、もうちょっと時間がないので、えーまあ、ここは、まあ、飛ばしめにいきますけれども、まあ、最近はやっぱりちょっと変化ができていて、五、えー、番街のような非常に高級な目抜き通りに関して、えーまあ、逆にその地価が高すぎて抜けてしまうっいう話があってで、まああの、やっぱり e コマースが台頭しても、わざわざそこに実店を持たなくてもいいじゃないかっていうところで、まあ、そういう現象が起きたんですけれども、まあ、実際、それに、まあ、いぶかしんで、ねまあ、都市計画局が、まあ、レポートをま,、まあ、まとめていまして、で やっぱりある程度の業界にですね飲食だったり健康サービスに関しては伝えないだろうみたいな形でまとめていてその実空間の重要性も唱えていますでその変化の中で安定したところを安定した経営ができていたのがブロードウェイでしてやはりあの えー、その先ほど、その複雑な交差点を改良して、プラザ作りましたよというところを説明しましたがあの、そこの地点ですね、そこの地点に関しては、常に空室率が低いということで、まあ、その公共空間とのこの,、えーまあのえー、セットになった、まあ、見抜き通りというところが、公共空間というか、あの広場空間とセットになった、まあ、あの見抜き通りという、まあ、価値が、この、えー、と変化を波に対応できるという上でも、まあ、あの証明できたということになります。 あとは最近は本当にニューヨークは非常にコロナウイルスの感染症の影響がすごく強かったんですけれどもそこに対して街路空間を開いていってで10年先20年先のために今のうちに自動車の交通量が落ちているうちに自転車だったり歩行者に開くというようなことをやってで、まあ、あのライフスタイルを変えていくというような意図から100マイルオープンと書いてますけど100マイルをてい なんかあの歩行者に開くというような施策もやりました。 はい、ちょっと時間オーバー気味で申し訳ないんですけれども、で以上で私の発表を終わりますが、まあ、ニューヨークはまあ世界が抱えるこう都市問題をこう最先端で経験してきて、まあ、そのリスクの裏返しとして、いろんな魅力的なあの公共空間だったり、目抜き通りがあったと、まあ、特にブロードウェイのような目抜き通りというのは、えー、社会の変化をこう受け止めて、課題解決するようなまあプロトタイプを作っていくような場所でありました。えー、まあまあ今後ですね、あのまあ先ほどの e コマースの話もありますし、 あとは自動運転みたいなところもやっぱりニューヨークがすごく盛んに実験してたりするんですけれどもそうしたこういろんなテクノロジーとこう人間の身体性と向き合うような時代になってくるんですけれどもそうした中でこういかに地域の暮らしとテクノロジーをどう受け止めていくかっていうところで地域の思想が目抜き通りにやられてきます。でニューヨークの場合は人間中心にしていこうというところの決意からあ日ブロードウェイの開始をやったというところです。 はいえっとまあ少しちょっとこう強調な話になっているところもありますけれども以上で私の発表を終わりますありがとうございました。えー、三浦先生ありがとうございました。あのやはりニューヨークのマンハッタンはあのこのシンポジウムの先ほどと同様に重要な企業研究になっているあのジェインジェイコブスやあるいはバーナードルドフスイの人間のための街路などでも。 まあ非常に悪い治安と環境が問題視され続けてきたあの中心地ですけれども、まあ、そこが、まあ、なかなか変えるのも大変だろうと予想される中でこの近年急激に変わっていったっていうことの裏のお話がいろいろと伺えたのではないかというふうに思いますではあの続きまして宮下先生よろしくお願いいたします <laughs> えー、皆様えこんばんはえー、本日はですね、えー、と130周年っていう、まあ、おめでたい あの記念すべき時にお呼びいただいて本当に光栄でございます。よろしくお願いします。えー、っと私はですねえ本日は1点目を国内に向けまして銀座通りあの中央通りと思いますけれども銀座のメインストリートである目抜き通りについてお話をさせていただきます。えー、武蔵野大学の宮下と申します。よろしくお願いします。 えまずです、ねまあ、銀座通りというのがどういう場所かということですけれども、まあ、おそらく、まあ、あの銀座といえばです、ね、こういうイメージがあるというのがおそらくあまり行ったことのない方でも、まあ、あるんじゃないかなと思いますしかなりこう特有のイメージとか印象が持たれやすい共有されやすい場所であるというふうに言えますけれどもその中でもそのメインストリートである銀座通りです、ね、についてお話しさせていただきます。 でえー、と銀座に関してはです、ね、実はもうかなりあの研究の蓄積があります。であの特にあの建築士の分野やです、ね、都市計画の歴史の分野ではです、ねまあ、藤森先生であるとか、初田先生であるとか、岡本先生であるというような、まあ、あのかなりです、ね、あの本当にさまざまな研究者の方々が、まあ、銀座の歴史であるとか、特に銀座通りに立つ立ち並ぶ建物の歴史というものは、かなりです、ね、あの明らかにされてはいると思います。あら でちょっとあれ、持ち分けしちゃってますが、いいんですけれども、まあ、あの銀座っていうのは、ですねあの今日に至るまでこうスクラップアンドビルドと言いますか、もう災害であるとか、あの火事であるとか、えーと、地震であるとか、空襲であるとか、そういういろいろなこの災害や災難の中で建物が、こう 消失してしまうことがですね、まあ、非常に多かったんですけれどもその中からこう復活して立ち上がってまた新しい建物を築き上げてきたっていうのが、まあ、皆さんがですねおそらく想像される銀座のイメージというか歴史であるというふうに思います。そういうい意味では あの今回のシンポジウムのテーマである「まあ、そしてそこに立つ建物」というような視点だと思いますけれどもあの今回はですね、えっと、それに加えて「あのそしてそこにで暮らす人々」というような視点をちょっと盛り込みながらあの銀座の歴史銀座通りの目抜き通りとしての歴史っていうのをちょっとご紹介したいっていうふうに思います。 であの今お話ししたような建物の立ち並び方というかあの開発された歴史っていうのはいわゆる、まあ、開発史という視点だと思いますけれどもその一方でその歴史の中でこう注目する主体っていうのをこうちょっと変えてみるとさらにこのメインストリート銀座の目抜き通りとしてのまあ多様なコンテクストっていうものがの存在っていうのが まあ明らかになりまして、まあ、それによってまあ目抜き通りっていうものの捉え方っていうのもさらに豊かになるんじゃないかなっていうことで今回はまたそれとは違う視点で ですね。地元の,あの商店街組織をまあ構成する地元の、えー、地元商店主の方々というところを背景としてご紹介します。で、その中で、えっと、今回主役としてご紹介するのが、あの19、1919年に設立されたあの銀座リり連合会という商店会です。で、1919年っていうのはですね、あの、近代における、まあ、都市計画においてには、 おいて重要な都市,でして都市計画法という、まあ、都市計画の基本となる法律ができた年と同じ年にあのこの銀座通り連合会というのは生まれました。でですね、えっと、今日に至るまで、まあ、銀座のですね町で、えっと、営業されているあの有力商店であるとか、まあ、企業も含めましての経営者の方々があの名を連ねて経営を 構成されていますで非常にまあ場所柄ですね非常に大きな発言力を持っていて現在に至るまでさまざまな動きがされています。で具体的にその銀座通り連合会というところがどういうところの人々によって構成されているかといいますと、まあ、この横軸がですねこの横がえといわゆる中央通り銀座通りでして。 縦が銀座4丁目ですね、あのー。ランドマークである和光があると交差点ですけれども、そこでですね、えー、と銀座通りと交わる晴海通り、この十字のエリアの,あの商店主の方々が構成しているというのが銀座通り連合会です。で、彼らはですね、そもそもどういう始まりでこの組織が生まれたかといいますと、1919年にですね、その銀座通りを管理、当時その銀座通りの道路空間は東京市が管理していましたけれども、でそこでですね、街路樹と、あのー、銀座の あのシンボルであった柳というものが別の樹種にこう変えられるとそれは街路樹整備のまあ方針としてそういう話が市議会などでこう出てきた時にそれに反対する動機として生まれたっていうふうに言われていますでさらにあの彼らが組織を作り上げた後にはまず最初にした動きとしてはですね銀座通りには当時急増していた銀行があってでこういうものは商店街の繁栄を阻害してしまうっていうことでせめてその 通りに面している1階部分はですね他の商店に貸し出したりとか新たにそのショーウィンドウを設けたりしてくださいっていう、まあ、いわゆるその空間的な観点による、まあ、運動っていうから着手するっていうようにですね非常にこの彼らはその商店街の組織でありながらその商店街の繁栄というものとその空間デザインっていうのを非常にこう近く結びつけながら現在に至るまで活動を行っている団体としてそれが非常に特徴的なところだっていうふうに思います。 で、あの、彼らが、あの、今日に至るまでどういうふうに街を捉えてきたか、考えてきたかっていうことは、あの、銀座にですね、こう眠っている様々な内部資料であるとか、 この上にあるスクラップブックはです、ね、この銀座ドリ連合会の事務所に戦前から蓄積されているものでこう戦前においてです、ね、から今に至るまでこの銀座に関して報じられた記事であるとか銀座の街に関して報じられた記事などもです、ね、当時のスタッフの方々がこう手作りで作ってあるようなものがありますしあるいはこの陳情書とか議事録内部資料としての議事録であるとかアルバムとかです、ね、そういうものも非常にあの内側の動きを知ることには重要でありますしさらにはまあ銀座という場所が からですね、一般のメディアにも多々登場して、まあ、彼らの思想がまあ読み取れるとそういうのが分かりますけれどもこういうものからあの銀座あの町の歴史っていうものをまあ考えてみますとこの銀座通り連合会というまあ商店街組織がですねその地元の人たちがそれぞれの時代で自分たちの町について語る場としてまあ存在してそれが大きなプラットフォームとなってそれが現在に継承されていると。 でその運動の中身を見てみると現在に至るまでこのそれぞれの時代でどのように目抜き通りである銀座通りっていうものが捉えられてきたかでさらに具体的にどういう空間が模索されてきたかっていうのが分かるわけで,で当然あの銀座通りっていうのは国道ですからあの、まあ、自分たちの手でですね作り出せる空間っていうのは必ずしもまあ多くはないんですけれども、まあ、それでも間接的にまあ行政当局に対して陳情をしたりしてでそれに対して行政当局がその影響を受けて 空間整備をしたとすれば、まあ、それもですね、一種の彼らによって作られた空間の一つとしても捉えうることができるだろうというふうに見ますと、まあ、こうやって連続的な動きとして、銀座通りの空間デザインに対して、地元の人たちがどう関わってきたかっていうのがわかるわけです。で、こういうふうに見ますと、まあ、単にあの銀座の歴史っていうのは、開発史として捉えうるだけではなくて、彼らの中でこう共有されてきた街に対するイメージがどのように形成されて現在に至っているかと。それがその目抜き通りっていう環境に対して、どのように。 投影されてきたかっていうのがまあわかると思いますので、今回はそういう視点でお話ししたいっていうふうに思います。で、あの銀座通りのですね空間デザインをめぐるまあ、彼らの運動っていうのをちょっとざっとご紹介したいと思いますけれども、まずあの戦前期です。 で、戦前期においては、この関東大震災というのが1923年におきまして、それが1930年代を迎える頃にはですね、あの、まあ、あの、復興建築と言われる新しい建築様式の建物が次々と生み出されて、モダン文化と言われるような文化が花開いた時代でした。で、この時代ではですね、あの、一時期、あのー、 えと東京市のですね都市計画の中で街路樹が先ほど話した柳から一応に植え替えられていたんですがそれをもう一度こう柳を取り戻そうという運動があってこれがでですね非常に活発化しましまたでその中であの地元のあの銀座通り連合会が中心となって運動を起こして最終的にはですねあの 行政当局に訴えかけて街路樹を変更させるということになったんですけれどもこれがですね一つ、まあ、あのプロフェッショナルとしての動きじゃなくて地元の人々特有の動きだっていうふうに言えるのがですねその柳が復活する際にこの街頭装飾に関するコンペっていうのを実施してこれにですね今和次郎であるとかそういうビッグネームを審査員として呼んでそれをこの 柳が復活したっていうのに合わせてあの目抜き通りを飾ろうというような動きがあってで実際に当時の新聞記事なんかでもですねこういうコンペ開催しますとかこういう人が当選しましたっていうのがあってで右はこの当時の,あの雑誌に出たあの当選案と実際に飾られたものですけれども、まあ、彼らがですね、まあ、非常に自分たちのアイデンティティを街路空間とか道空間というものに重ね合わせて実際にこう空間として表現するっていう動きが、まあ、戦前から見られたわけです。 でさらにはです、ね、その戦前においては1940年という年が当時の,その後期でまあカウントするところの2600年にあたるということでこれが非常に重要な年とされてしかも1940年にはまあ今となっては 幻となった東京オリンピックであるとかあと日本万国博覧会っていうのが、まあ、銀座のですね、まあ、近くで行われることが決定したことでこの銀座っていうものの場所の,その都市空間デザインに関するまあ世論の高まりとかが出てで地元の人たちもそれを契機にしてですね、自分たちの街を美化しようという動きが生まれました。でその中では、まあ、ちょっとまた。 崩れてしまっているんですが、あの、一九三十年には、ですね。その銀座通りに乱立しているこう電柱であるとか、あと、当時走っていた路面電車の架線というものを全部地下化しようという動きが、まあ、出てで、さらに、その路面電車自体も廃止しようという,ような動きがあって、まあ、当時の新聞記事でもですね、大々的にその運動が取り上げられました。で、その中で、あの銀座のあの方々がですね。あの当時の街について、どう捉えていたか、ということなんですが、あのまずはですね。 あのまあ、皆さんがあの想像されるようなものとしては一つは欧米の都市を理想化するような街のイメージっていうのを、まあ、理想として考えてました、まあ、そういう中では、まあ、ショーウィンドウが充実しているとかネオンが華やかとかですねそういうものがあってで当時はあの戦前の,、まああの昔でありながらこのアメリカとかパリとかに留学経験のある商店主の方々が非常に多くてですねそういうものの比較の中で、まあ、銀座っていうのは海外の繁華街に比べてまだまだ華やかさが足りないっていうような あの言説がでですすねね多く登場したんです、ね、でこれはおそらく皆さんの銀座の,あの近代の銀座のイメージとまあ合致していると思うんですけれども、まあ、そういう中でまたちょっとこれも崩れて申し訳ないですけどその一方でですねその1940年に国家的行事があるっていう中においてはその海外からの来外者も多くなるだろうっていうことでやはり銀座はその日本を代表する街であるっていうような。 アイデンティティがですね。当時非常に盛り上がって、その中ではその外国のイミテーションではいけないというようなあの見方が非常に強くてで、そういう中ではこう。日本的な建築様式っていうのも思考するべきだっていう。まあ相反するようなあの言説っていうのも多く出たんですね。で、そういう中では。まあ、あの具体的にはかなりまあ、空想的なものも含めてです。けれども、まあ,あの？ 日本のお城のようなデザインとかですね、そういうものもまあイメージされたりしたようですがで、実際にこの右下の写真なんかは、この年末年始の装飾においてですね、この瓦作りのゲートが作られたりって、これ当時の空間イメージをこう端的に反映しているものだと思いますけれども、まあ、こういうですね、まあ、これもあの彼らはプロフェッショナルではありませんので、そういう矛盾するような空間イメージっていうのもこう併存しながら空間デザインを試行していたと、そういうのがこう内部の動きを見るとまあ分かります。 まあ、そういう形でですね、この彼らは彼らなりの立場で自分たちの街の空間デザインを思行していたんですが、その中でですね、まあ、一つ大きな動きとしてあったのが、その当時ですね、あの日本で、国内であの流行していた都市美運動という動きとの連動なんですね。で、それ、えー、と当時、その都市美運動というのを引っ張っていた、都知内義種という人が立ち上げた運動団体である、あ都市風景協会という団体と、 ああのの連携してですね、あの先ほど話した電柱の撤去とあの市電の廃止っていうものに向けた運動っていうのをに取り組みました。 でその中ではです、ね、例えば右の写真なんかはあのその都市風景協会に所属していた建築家の佐藤武夫という人が音,音,響学音響学も専門ということで最新のこの,あの騒音装置をです、ね、持ち出してこんなに自然の音がうるさいんだから撤廃すべきだっていう圧力をかけたり超の騒音調査をしたりですねあるいは左の写真はあの日本の都市計画の大家であるあの石川栄養なんですけれども石川栄養もです、ね、その都市風景協会におりまして一緒にこう座談会をして銀座の問題を 問題点というのを議論したりと、まあ、こういうようにこうプロフェッショナルの力をこう巧みに使いながら行政当局に対して圧力をかけるというようなことも行いました。どううしようかああのまあ いいですじゃあ,あの,あのここでちょっと言いたかったのはですねあの彼らもですねそういうあの圧力をかけるとか陳情するとかそういうようなこともしながら一方でこれあの読めないと思いますけれどもあのどういうことが書かれてるかというと例えば今でいうトランジットモールのようなあのバスだけを走らせるようにしてほしいとかあの時間を区切ってその間は人間だけが歩けるようにしてほしいとかも今でもまあ共通するような、まあ、自由な発想からですね空間って こういうのはもうまさにあのこのアマチュアとしての,その空間デザインのアプローチとしてしっかりこう空間を語るという文化がですねしっかりあったっていうことがわかります。で、えー、と戦後に入ってなんですがこれがあの戦後先ほど話した1930年代から戦後にかけて何が起きたかといえばもちろんこの東京大空襲というのが起きました。 で東京大空襲ではもちろん銀座も大きな被害を受けまして、まあ、左の写真のようにですね街、まあま、の大部分が焼けてしまったわけですなんですけれどもそういう状況にあってもですね彼らはあの空間提案っていうのをまあやめなかったんですねでその内容を見てみるとあの1945年ですからもう終戦したすぐそばにですねあの銀座復興計画っていうのを彼らなりに提案して行政当局に提案してるんですがこれを見るとこの戦前の都市部運動であったような電柱の撤去とか土 前の廃止っていうのも引き続き継承されていたりとかあるいはその街路樹について引き続きどういうふうにするか考えようとか建物高さの最低限度規定を導入しようっていうようなかなり踏み込んだ ものをあのを本当にまだ焼け野原になっている段階であの、まあ、提案してると、これは戦前から引き継がれている視点です。で、さらには当時、まあ、銀座と関わりの深かった当時の体制建設、当時、大蔵土木と言いましたけれども、に依頼して、木造の,あの仮設店舗の建設を依頼してで、その中でもですね、これを見てもらえば分かるように、全面に戦前の時から重視されていたショーウィンドウっていうのを必ず盛り込んでほしいって依頼して、こう空間を作ったと。こういういい点ででててもも焼けの原になっても彼らの間で 重視されているものっていうのが継承されていたんですね。で、さらにはあの商店主たち独自の動きとして、その当時戦時中にですね。あの金属教室のために、あの街路灯っていうのは全部撤去されてしまっていたんですけれども、あのそれをですね。もう一度光を取り戻そうということで、彼ら独自のあの。 デザインであの街路灯を作ろうとしましまたでその時はさらにまあ戦前の時もあったように、まあ、石川栄養とかまたそういう大物の人をあの審査員に呼んで一般にデザインを公募してですねでそれを一等を取ったものを実際に整備するというようなことがありました、まあ、こういうことから見てもですね彼らがいかにこう通り空間っていうもののデザインとでそれにこ,れここにおいては復興っていうものが交わってますけれどもいかにこう象徴的なものだったのかということが分かると思います。 でそれで最終的にあの商店街がですね、まあ、復興していった後であのさらにまあようやくですね今まで行っていたあの運動をさらに本格化しようとしたんですがであのさっき戦前にやっていたあの街路あーえーと電柱の撤去と路面電車の廃止っていうのは結局戦前の間には実ら,実らなかったのでではもういよいよ本格的にやろうということでまた動き出すんですがでここではですね、まあ、ちょっとまた違うアプローチからあの動きまして このいくら自分たちがです、ね、市の当局に訴えかけてもあのなかなかあの動いてくれないということで一般からです、ね、こういう銀座を作ったらどうかっていう,こうアイデアをまた集めてそこでこう谷口義郎とか磯村栄一っていうのはまた大物を呼んであの審査員として招いてでそうやって集まったアイデアをもとにして、まあ、彼らの運動方針としたんですね。まあこの 青い四角の中に書かれているものがその内容ですけれどもこれもずっと継承されてきた問題意識がここでも再度掲げられました。でこういう,こう理想としての、まあ、夢を描くだけじゃなくてあの実際にあの当局との,まああの連携の中でですね少しずつ空間デザインを とということもしましたでまた、あ、具体的にはあの当時、まあ、傷んでいたあの銀座通りの歩道をきれいにしようというふうにしてまた、あ、これもあの当時あの銀座通りを管轄していた国道工事事務所というところに訴えかけてでそれで、まあ、実際に整備してくれたんですけれどもでその時に面白いのがもちろんあのこれ国道ですから地元の人たちが何かを決める権限はないんですけれどもこれが彼らがその当局とですねちゃんと協議を日頃からしていたものの成果として そのの歩道の色をですね地元側で決めていいよっていうようなあの許諾を得てあの色をベージュ系のこれ数少ない当時のカラー写真なんですけれどもこれ当時できたばかりの写真ですけれども、まあ、ベージュのカラーアスファルトっていうのができましたでその時の色を決めた要因っていうのが当時銀座通り連合会の役員をしていた人の中にその日本デザイナー協会っていうまあファッションショーとかですねそういうファッションデザイナーの集まりの団体の 理事長をしてていいた人がいてで彼がその歩行者の服装とかとの,あの調和によって色を決めるっていう、まあ、これもまたあのあの行政当局の人とはまた違うような視点で空間デザインに関与するという動きがありました。でそれ走行している間に、まあ、オリンピックがまたあの本当に来ることになりましてこの時もです、ね、あの戦前の時と同じようにこうあのそういう国家的行事の時はです、ね、やっぱりこの日本の銀座だっていう意識があって。 当時の,あの組織内で共有されていた開放の中ではですねそのアメリカ式の銀座とかフランス式の銀座じゃなくて日本の銀座だっていうコピーが踊ってるんですけれども、まあ、そういうものがアイデンティティがですねまた高まるとでそういう中でこう新しくできた空間に対してせっかくきれいになったんだからしっかり使いましょうっていうようなコピーが貼られたりとか あるいはこの右のところにはですねあのこれまた開放ですけれども当時あの行政当局の授業でその地下鉄の駅の昇降口が新しく作られるような時にはですねあの海外ではこうやってすっきりした屋根のない昇降口があるんだから銀座もこういうのができるはずだちゃんとやってくださいというようなまあこういう圧力をですねかけたりとかそういうこともしてさまざまなアプローチで空間デザインを施行するということが行われました。 で、そのえっと最終的なあの成果として出たのが、1960年代後半なんですけれども、 この時になるとですね、ようやく市の当局、あの都の当局も方でですね、その都電を廃止するという動きになって、で、それをまあ見たあの地元の人たちはもうすかさずですね、じゃそれと一緒に電柱も撤去してくださいっていう動きをして、で、あの、まあまた陳情したと。で、それにあの最終的にはあの当局の人たちも応じて、あのじゃあそうしますっていう,うになったんですが、その時にあの銀座側から訴えたのが、 このせっかくだから歩道をですね見陰石張りにしてくださいっていうことを依頼してでそれをどうするかというとその都電が走っていたその線路のところにですね使われていた三陰石だったんですがそれをそのまま歩道に移せばいいだろうっていうことを銀座側が提案してあじゃあまあそういうことならっていうことでしたんですね。でさらにあの銀座側はお金はじゃあまあ払うので、あのー、ぜひお願いしますっていうことで5000万円地元に負担するのでやってほしいっていうことで最終的には 御影石張りのですね歩道を実現させたとこういうものも単にこうあの行政当局の事業として行われただけじゃなくて地元からアイデアを出してさらに自己負担もしてというような、まあ、間接的な関わり方をしながら最終的に、まあ、これは今の銀座通りの空間構成がこの時できたんですがこのように。 にですねあの歩道の整備がされてこれによって一応のですね戦前からやられていた都市部運動の成果というのがここで結実したことになりましたでそれに合わせてですねこのようにあの90年代まで行われていたものなんですがこのようにあの大銀座祭りという道路空間を活用するようなイベントも大々的に同じ年に行いましてでそれ以降ですねさらに歩行者天国が行われたりで皆さんの多分ご存知なことで言えば銀座ルールとかがあると思いますけれども、まあ、そのようにですね現在に至るまで あの60年代に作られた空間を使ってこのようなさまざまなことが行われているとそのと時間が延長してしまいましたけど最後まとめですがあのこのようにです、ね、あの銀座の銀座通りの歴史を振り返りますと、まあ、地元の人たちはです、ね、現在に至るまでこの道路空間とでその脇に存在する建物の壁面によって構成されるまあ領域のまあ視覚的美というものにまあ歴代高い関心を示してそれをこう空間としてこうイメージ常にイメージして提案するというような文化が ありますでそれがさまざまな視点でですねこのようにあの提案されてきてでその中であの彼らはこう常にこうあの、まあ、アマチュア的にですね常にこう理想的な夢ばかりを描いているわけじゃなくてこう独自の こうあの構想立案とか検証論文とかしながらも一方では行政当局と地道にこう訴えかけたりして現実の問題として都市環境のですね改善を図るということもましてさまざまなアプローチで自分たちのアイデンティティやイメージっていうのを空間,させる空間化させる動きっていうのをまあしてきてですねしてきました。こういうことをですねまあ今回ちょっと私がこうやって掘り下げて明らかにさせていただいたんですけれども現在の,あの銀座でもですねあの このようにあの銀座ルールであるとかまちづくり協議会とかデザイン協議会っていうところではこう地元の人たちがまちづくりに関わる仕組みっていうのが、まあ、生まれているんですけれどもそういう中でですね今回ご紹介したようなかつて自分たちの先輩たちがですねこういうアプローチで空間に関わってきてこういう空間イメージを抱いてきたんだよってことを、まあ、共有するっていうことがですね、まあ、今後の,あの銀座における目抜き通りのデザインっていうことに関してはですね非常に重要な意味を持つんじゃないかなっていうふうに思っております。 すいません、また長くなってしまいましたけれども、これで以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。えー、宮下先生、ありがとうございました。あの三浦先生のときと同じように具体的に街を変えるときの戦略の話をいろいろ伺いましたけれども、同じ組織がですね、まあずっと変えず変えるそのエンジンになり続けてきたっていうところに特徴があったなというふうに思います。宮下先生のこのまとめはあの。 1919年に始まった銀座通り連合会のことですからその去年がちょうど100周年だったということで、まあ、その時にたくさんの商店主の人からその100年をまとめてほしいというところから始まった研究だと思いますが、まあ、そういう意味で同じ組織がやり続けてきたからこそこそういう資料がまとまっているっていうこともあるんだろうなというふうに思いました。ではあの最後となりますが青井先生ご発表よろしくお願いいたします。 え皆さんお疲れのことと思いますけれども、えー、最後のお話をさせていただきたいと思いますので、えー、どうか寝ずによろしくお願いします。えっ、ー、と、蒼井と申します。えー、これ送ればいいんですかね。はい。 えっと、私の方は台湾ということなんですけれどもこれまでのようなですねあの特定の都市の特定の目抜き通りそれもとっても美しい、えー、名の知れた通りではなくて、えー、地味なお話を、えー、楽しくやりたいと思いますのでよろしくお願いします。で、えー、っと僕の,あの、えー、視点はですね、えー、まあ一イデアとして書いてますけどまあ,あの都市をつくるっていう強い あの構築への意志といいますか意志強い意志ですねを体現したものとしての、えー、通り、えー、それから切断をするっていうことが通りの役割というか一つの特性としてあるということがこれまでの、えー、お話の中にもたびたび出てきたかなと思うんですけれども、えー、その切断ということについて。 それから3つ目は切断をするとですね、えー、それまでの肉が切られるので、えー、お肉と道路の海、えー、面境界面というものが生まれるとその海面というのが実は非常に面白い現象をいっぱい引き起こすわけで、えー、その海面としての街路通りで最後に、えー、建物というのを加えていくと、えー、通りだけではなくて建物も含めた、えー、まさに肉といいますか、えー、細胞の えー、作られ方と、えー、こういうのを、えー、我々組織というふうに言うんですけどもティッシュですね、えー、としての街路という4つの,あの視点で順次お話をしていくということを、まあ、先日もやらせていただきました。でつ目の、あのーまあ、意思・イデアとしての通りということに関しましては、えー、前回はちょっとしゃべりすぎましたので今日は簡単にいきますけれども。<laughs> どうやらあの伏見さんのまとめによるとここは僕の本題ではなさそうなので <laughs> とですねあの上の写真はあのーーこれ本当にあのごく普通の台湾の地方の町なんですの目抜き通りというのはこんなイメージですあのこれ実はここにある赤レンガの建物はですね1920年代の末から30年代ぐらいのもの でしてつまり日本のあのの植民統治時代のものです、えー、こういうものがだんだんと壊されながらも生きていて、えー、なんとなく懐かしいような、えー、そんなに綺麗でもないような、えー、そういう町が、えー、これが目抜き通りの風景典型ですね。で足元があの私有地が一部解放されて、えー、あ今気づいたらちょっと上の写真の真ん中辺にうちの奥さんが写ってますけど台湾人です。えっ、ー、と こういうい感じですねあの民有地というか私有地がの前面部分が解放されていましてこれは法規に基づいて奥行きと高さが決め,決められていますのでそれがずっと貫かれて、えーまあ、ベランダウェイというんですかね、えー、停止客と呼ばれるものができますよというのはまあ特徴としてちょっとお伝えしておいてで医師のお話なんですけれどもこれは一つの事例です。 えっと、先ほど見ていただいた田中という町はですね、1901年というあの20世紀の始まった年というか、えー、にできている、えー、新しい都市なんですけれども、えー、っと、これには背景がいろいろありましてですね、えー、2つ簡単に言います。1つは、えー、この地域、えー、台湾の中部なんですけれども、肝心という、まあ、福建省あたりの人たちがわーっと入ってきて、えー、都市の形成が急激に進み始めるのは18世紀の頭ぐらい。 なんですが、えー、ここにまあ特にその平野部のですね、えー、中央に位置する都市っていうのは河川、大河川の流域に沿って点在していきまして、えー、貿易というか広域の中継都市なんですね。流通の、河川流通の中継都市なので、えー、っと水害がまあ大変激しくてですね、皆さん台湾というとあの実は九州ぐらいの大きさなんですけれども、えー、中央からやや東の寄りのところに、 富士山より高いやつが山脈を成しているという激しい地形なので,でしかも台風が最近温暖化で日本を通るように確率が増えてきてるんですけど台湾本来ものすごく台,湾がとあの台風が通るところで、えー、その3 0 0 0ー超えるような山からですねうわっと水が集まって平野,を流していく平野に流れていくとでそれでできたような平野なんですねですから5年や10年に1回ぐらい町が壊滅するっていうような水害が繰り返されてきました。 でこれが一つ、もう一つはですね、えー、そういった都市に、えー、商業の権益を争う集団が、おおむね2つありましてですね、一方はとても強くて、一方はちょっと弱い。<laughs> で、えー、この一方の弱い方が、水害のたびに追い出されたり、また粘ったりとかっていうことを繰り広げるという、えー、そういう構想と災害の地域なわけです。 でえー、ここに今映っているのはですね陳少年という人なんですけどこの人の100年前の先祖がある町の高層で水害を機に弾かれてしまって都市から追い出されて小さな小さな農村に同族で分かれて分散していたところに100年ぶりにお金貯めて仲間を集めて都市を復興したというか都市を自分たちの都市を作ったっていう。 こ、えー、こののの弱いいいい集団だけの都市をを作るというそういうこととううううそやったもです,、ね、ものですで実は左のやつはその僕が調べてこれは古い町だこの元の町だっていうこの田中の人たちは言うんですけれども調べたら農村集落だったということが分かりまして、えー、100年前ぐらいの復元をしてみるとですねでその農村集落でじわじわ我慢していた人たちが100年後にこういう都市を作ったということなんですね。でその 真ん中に目抜き通りがドーンと通っていて短冊状に割られているところに町屋が張り付いてこれが植民地的にての、まあ、経済力がだんだん上がって建て替えられたのが先ほどの赤レンガの町ということになりますでそれを取り巻くように、えー、この陳少年の呼びかけに応じて集まった、えー、出,資者の出資者の人々がですね邸宅を構えていましてで「陳 A と書かれている人がところが一番辞書が大きいと思うんですけれどもこれが少年自身の土地です えー、その陳さんのかかがです、ね、抱え込むようにして、えー、ピンクのというかオレンジのところですけれども、えー、彼らの町の守護神であるマソというですね、えー、神の、えー、廟ですね、まあ、神社みたいなものですけどそれを置いていると。なのでその廟からまっすぐ南北に道が通ってそこに商業が栄えそれを地主さんたちが囲んでいるというそういう都市の、まあ、非常に理念的な、えー、美しさみたいなものが あの小さな小さなみすぼらしい都市ですけれどもすごく強い意志みたいなものを感じさせるというそういう事例です。これは別の都市の圏外と言いまして新たに都市を建設するという時にですねえと台湾に渡ってきた肝心の皆さんがどういうふうに都市を作るのかってこれ見えないと思いますので C 紹介しませんけれどもえ出資者グループがえー一つの共同体として都市を作るにあたって 契約を結ぶその条文がダーッと書かれていますこれ僕が日本語に訳したものですけれどもこういうものをこれ19世紀の頭の例ですけれどもを作ってですね都市と地市をどういうふうに分割するかとかどういう医療装置を作るかとかどこに広場を置くかとかどこに病を置くかどういう通りを通すかとかその通りを通したらどういうふうに維持管理していくかとか誰がその面倒を見るのかとかいろんなことが全部書かれているそういうものです。 えー、つまり、まあ、目抜き通りだけではありませんが都市っていうのがこういうある種の共同体の名約みたいなものに基づいて生まれるっていうそういう、まあ、強い意志の表れとしての通りみたいなことを、えー、最近この数年の研究で実は、えー、災害と大地とそして人間集団というものがどういうふうに、えー、場所を作っていくのか、えー、というような研究の中で、えー、見てきたものです。で、えー、伏見さんから、えー、頼まれたのはどちらかというと。 もうだいぶ僕が昔やった研究でして、えー、これを今からあの紹介するんですけれども2つ目切断ととしての街路ということですね、えー、っとここに点線がなーどんど走ってるんですけどもこれがあのこれは商家っていう、えー、都市でこれは城壁都市なので、えー、っと先ほどまでの,あの小さな一本道の町とは違ってですね 行政都市で城壁の中にい,い,いろんな集団が割拠するという、えー、そういう都市です。なのでちょっと非常に複雑でくねくねとした道になりますけれども、えー、こういう道に沿って実は病が、えー、あちこちにあってですね、えー、一つのこう集団をこういうとこに作っているんですけれどもそういうものがあっちこちにこう、えー、あってパッチワークになって城壁の中にあるというそういう都市です。で、えー、っとそれに対してですねこのグリッドがこう通っているわけです。 で、それをカラーにしたものがこれですけれども、えー、これは植民地期の1906年に政府が公示した宿改正計画に基づいて、えー、まあこれもあの数十年から100年ぐらいかかって全部完成していくので、えー、実は植民地以降の 国民党時代にも引き続きあの道路建設というのは進んでいくんですけれども、えー、見事に <laughs> 暴力的に切られているのが分かるかと思います。後でお見せしますけれどもこれ機場で線描いたとしか思えない、えー、計画ですで、えー、しかしながらあのパリのような超過収容もありませんし区画整理でもそもそもないので、えー、道路の分だけ徴収して 寄付を命ぜほぼ実質的に寄付を命ぜられてですね、えー、バッと切り裂いていくんですそれ以外の部分は逆に言うときれいに保存されちゃうっていうのが面白いところでしたがって都市は二重化します新しい通りに面した部分と古い通りに面した部分ですねで元来はあの点線の道が表通りです目抜き通りです簡単に言えば幅2メートルか3メートルぐらいしかないんですけどねそこに焦点がこうひしめいていると ところが道路が新しくダンとまっすぐで行きますとそっちに面したところにだんだんと土地の分割と店舗の建設が始まっていてですねお店はほとんど表通りの方に引っ越していっちゃいますそうすると裏通りはどうなるかっていうと生活とそして昔ながらの持病神様の世界ですねこういうものが残って表が自動車とお店のそういう通りになるわけです でえー、普通観光客はっていうか、あんまこの街に観光客行かないですけど、まあ、最近だんだん行くよでそうすると表通りしか歩かないんですけど、表通りを歩いたら、この、こういうところをぜひ見つけてください、皆様。どうもじ、あの辞書設計の皆さん、最近、台湾プロジェクトが活気づいているという噂を聞いておりますので、えー、ぜひ地方まで足を伸ばしていただいてですね、表通りを歩いたら、こういう口が開いてるところを見つ,見つけてください。で、歩いていくと、また口に出ます。 お迎えにままた口が開いてます、えー、ネットワークとしてそれ生きているのでずっとそれだけを歩いて街を散策することが可能ですぜひそういう歩き方をしてみてくださいそうすると都市の二重性っていうものを非常にこう、えー、如実にというかな、えー、ビビッドに感じられるんじゃないかと思いますえー、っとこれは本当に若かりし頃に僕が、えー、自転車で <laughs> 回りながら描いた、えー、図ですねまあ先ほどまでの,、まあ、のコンピューターで描かれた綺麗な絵とは全然違いますけど、えー、昔はこういう感じでやっておりました えとこれ現在でもこの切り裂き型の都市,都市計画というか、えっと、道路建設はやられていまして時々こういう風景をいろんな街で見ますあの見事に、えー、建物が口を <laughs> こうやって開いているっていう、えー、これなんかはこういう長い建物の真ん中がズバンとなってこっちだけの壁が残っている状態 ですけれどもここをなんとかこう、えー、と膝にこう穴が開いたらパッチを当てるんですよね。次当てはやるんですけどそのパッチを当てるのは所有者のの仕事ととといいいいううか責任なななでで、えー、勝手にやらなきゃいけないということですで実は植民地からずっとそうでこれは一つわかりやすい例なんですけどもともとは点線の状態で町屋がこうあってですねでここに道路新しい道路の線が。 官民境界線がありますけどここまで広げられちゃったので、えー、口を開けた状態になりましたとここにファサードを作って法規に基づいて奥行きと高さを持った低視客空間を作るとこのセットがパッチなんです継ぎ当ての布なんですねそういう形で先ほどのような低視脚を持ったファサードの連続性というものが作り出されていくと改造と同時に出来上がってきたのが台湾の実は歴史的な街街並みということになりますあ,あいうものが えー、ラオチエといってですね、えー、老人の老古い町ラオチエというふうに言うんですけどもラオチエは実は植民地区の改造によって蓋継ぎ当てを当てられそうやってできてきた、えー、そしてその裏にはまだ古いものがいっぱい残っているという状態なわけですね。でというわけで切り、えー、裂かれますと海面が発生しますよということで海面化のですね、えー、最終をちょっとご紹介します集めていったことをちょっと紹介します。 えっとこれはですねえっとこの右のやつはそもそも僕がその研究をするきっかけになった写真なんですけれどもえっと神様を祀っている廟の壁面に内部にあるはずのえっと木部がですね露出してるっていう風景を見て。 うわ、すっげえコンテンポラリーアートと思ったんです、最初。<laughs> なんかそういう街づくりのアートの活動かと思ったんです、一瞬。えー、そして、地籍図を調べてみたらこういうことだったっていうのが左側の図なんですけれども、見事に何、えー、とも言えない角度でスライスされています。 でこれは避けようと思ったら避けられそうだし壊そうと思ったらもっと壊せばいいんで、えー、非常にまあ気丈で、えー、上からすっと線を引いたんであろうというふうなことが分かるんですけれどもこれはあのー、日本がいなくなった後に、えー、これすごく実は古い建物なので文化財になってますこのままの形で、えー、なんですけど道路なんでねなんて言ったってこっち側がこれを復元することは不可能なんですね うん、なので、えー、なんと切り裂かれた海面を残したまま文化財として生き続ける建物っていうことになりますこういうのが歴史性だと一つは思うんですねもちろんあの、えー、いいことをやったとは思えませんけれども、えー、一つのやっぱり台湾の都市のですねこれ別の海,海面の事例ですけれどもこの黄色いのが古い道ですそれに対してまた何とも言えん角度で道ができました。 えー、ここの通りの左側に面している家の人たちはお互い仲が良いのでみんなでアジャストしました。角度を。90度になるように地割り線を変更したんですね。共同で。わかりますでしょうか。えー、右の2つはですね、えー、こういった病があって、病も前の広場があって池があって、池にはあの魚が飼われてまして、これの収益で病を経営してるんですけれど。 えー、そこに道がこういった形で、えー、入りましてその道に沿って土地の分割がされていった様子が分かるかと思います。えー、っとちょっとあの本来はこの、えー、古い道に沿っても、えー、アコーディオンみたいな形で、えー、短冊がもともとあるんですけどちょっとそれを表示してませんがしたがって、えー、後ろの方、えー、現在に近いところの地積図を見ると古い道に沿った短冊と新しい道に沿った短冊とが折り合いをつけながら同居しているっていう様子が 見ていいただけるのではなえー、っとこんな感じのことがこれ同じですね、えー、起こりますえー、っとそれからこれもあのこれは台南の事例なんですけれども、えー、こういうことはもう台湾の町ではもういっぱい起こっているごくありふれた現象なんですけどこの赤い点点点が古い道ですで新しい道がこう計画するとそうするとこの長細い間口が4 5メートル 奥行きが 7080m とか 100m みたいなやつがいっぱいあるんですけど、えー、そういうものが、えー、と途中で切られて短くなったり、えー、表がこっちだったのがこっちに表を向けるように9、えー、と180度向きを変える反転させるみたいなことがいくらでも起きます。 でえー、っとこういった角度がずれてしまったり、向きが反対になったりするという事例をたくさんあの当たり前のように見られるわけなんですけれども、えー、そのことをです、ね、当たり前だと思わないで、一回集めてみるかと言ってです、ね、学生さんにやってもらったプロジェクトがこれで、えー、これはですね、えーっと、なんとなくわかると思うんですけど、えー、地割りに対して道路が斜めに通っちゃったので、えー、その何、えー、とも言えないこうカッターの30度場みたいな状態を バルコニーでで吸収してるよというただだそれだけのものもすこういうのを「鋭角町家」と称してそれを探そうと言って1日やるとですね無数に集まるのでもう飽きてきますもうどうでもいいわっていうぐらいあるということですねそれから純水停止客と称したのはどういうものかというとですね深い町家が道路がですね町のこう奥行きに対して直角につまり前面からぐーっと取られちゃったと。 で奥行きが3メートルぐらいしか残らなかったという状態です、えー、これよりもずっとあの手前のところに前方に本当はファサードがあったんですけどずっと、えー、前方が削られてしまって奥行きが3メートルしか残らなかった放棄に従って3メートルの奥行きと高さを確保すると1階には内部空間が取れないという状態になって2階に内部空間が乗っかっているという、えー、そういうものです床が乗っかっていると。 これは、えー、本来前方に着くはずの停止客っていうのが一回は停止客だけになっちゃったということで純粋停止客と名付けました、えー、それでも頑張ってこうやって、えー、厨房の機器なんかを置けばギリギリ、えー、お店ができたりするというものです、えー、とそれからこれはですね首振りペラペラマチアってやつですけどえっ、ー、と間口が本来4 5メートルか5メートルぐらいなんですけども今度は平行奥行きと平行に道が通ってしまってえー 表の間口がセセンチか80センチチかぐらいしか残らなかったというケースです。この場合、これも普通諦めるんですけど、えっと、裏を返せば、40メートルの奥行きが表通りに面することになったラッキーということも言えるわけです。そこで、この地主さんはですね、この41.2メートルっていう、この奥行き方向を5メーターピッチぐらいに割りまして、そこにシャッターをつけてですね、 これを借りる人を待ってたら、ちゃんとやっぱり厨房装置を入れて、ですね、えー、路上で屋台するやつがいっぱい来るというわけで、これで一応成立するということなので、間口が5メートル、ピッチね、えー、1軒に関しては5メートル、奥行きは7、80センチっていう、ペラペラ町屋が6軒ぐらい発生したということです、8軒ぐらいか、発生したということですね。で、これも、えー、この視点で1回町を全部洗ってみると、こういうふうにです、ね、町屋の側面にペラっと貼り付いた町屋がいっぱいあると。 いうこととに気ががつくわわけでですすこここれ90度向きが変わったってことですね、えー、こんなふうにして当たり前の現象なんだけども一回着眼して調べてみると都市がざわざわと、えー、切断に対して反応してうごめいて今の町ができているっていうことが見えてきますこのざわざわうごめく感を見るためにこのリサーチはやりました、えー、そういうわけですで、えー、最後にあの組織としての街路というお話をしますけれども えっと、実は町屋っていうのは伝統的にはこの左上の、えー、イラストのような形になっています。それがビシッ致死、えー、集まっているとこういう風景になるんですね、えー。これを組織というふうに言います。ちょうど皮膚を顕微鏡で見ると、皮膚細胞が配列されていると同じようなことです。これ、皮膚組織と言いますので、えー、都市についても都市組織というふうに言います。アーバンティッシュ、えー、皮膚細胞はセルラーティッシュです。スキンのセルラーティッシュですね。 でえー、とこれはですね、えー、そういった町家の一軒がちょうど取り壊された風景、えー、なんですけれども、えー、一体解体されたものは何かっていうことなんですね、えー、と実はここを B さんというふうにしまして隣向こうが A さんこっち側は C さんあすみません画面でやらないといけないここを B さん、えー、左側は A さん右側は C さんとしますと、えー、この今、えー、のそそり立ってるこの壁はですね、えー、BA の共有物です。 こっちの壁は BC の共有物です。えー、なので、B さんが自分の家を壊すという行為はですね、実は壁を壊すには至らなくて、えー、内部の造作材を取り外していくっていう工事になるんです。実質。えー、そうすると谷間が残ります。えー、B さんはこの後新しい自分の望みに従った家を建て直すんですけど、それは造作をやり直すってことです。簡単に言えば。で、えー、これを、 A さんや C さんや D さんや K さんやいろんな人たちがやっていってもこの共有壁は基本的に開発の単位更新の単位が一件に限られていれば都市の構造はずっと維持されるということですねでも動きはあるということですうごめきは担保されながらある種の持続性も担保されるっていうこのことが、えー、非常に重要かなと思っていますでこのことがあるので 簡単に言えば180度の向きを変えるみたいなことが増作なくできるわけわかりますかね、ま、中の間仕切りを変えていくとで店を今までの生活の奥向きのところに店を持っていって反対にするということをやるということですね、えー、そういった向きを変えるということのガイドとしてこの強固に残り続ける壁っていうのは非常に重要だし90度向きを変えるときは隣の人の壁の側面にくっつけていけばいいと。 いうことになるのでこの構造組織としての成り立ちというのが非常に重要だということになりますある時火事で木部が焼けてしまった風景を見ましたそうしたら壁だけが立ってましたで柱が並んでいると列中っていうので壁が並んでいるんだったら列壁と言えばいいんじゃないかということで台湾都市はすなわち列壁都市に人が寄生しているんだというふうに考えられる。 でさっきの A さん B さんの共有物としての壁っていうのは A さんが K さんになり L さんになっていく B さんが M さんになり F さんになっていくというふうにしても基本的に残り続けるので壁は2人の共有物ということにとどまらず長い目で見れば都市のものということになります都市にずっとあるという意味で都市のもの都市がそこで所有格として人格性を持って登場してくるということに多分なるわけですでそこに人は寄生している短い時間 でこれがあのテクトニクス広報とも連動していて、えー、共有壁の部分は礎石、えー、像で作られていて強固であって、えー、間の部分は木造軸組で、えー、像を容易に取り外したり組み替えたりすることができるというふうになっているということが言えると思います。えー、こんなふうにですねあの、まあ、ごく当たり前の都市の現象を極めて建築的に <laughs>、えー、そして読み解いていくということを あのえー、面白がって、えー、かつてはやっておりました。で最近はもう少し、えー、災害とか大地人間集団といったところにどんなポリティックスが働くのかということで医師としての都市みたいなテーマを最近は追いかけているというのが、えー、私からのお話でございました。ありがとうございました、えー、青井先生ありがとうございました。 えっと、15年ぐらい前の研究の <laughs> 内容を話していただいたと思うんですが、私もこの内容も皆さん共有したと思いますけど、話し、初めて読んだときはもう痺れるほどに感動しまして、えー、まあ、というのは、青井先生小さい道の話だというふうにおっしゃいましたけれども、 まあよね。まあまあこういうことはまあ全く同じ現象が他の道にとはなかなか思えないかもしれませんけど、まあ、似たようなことは大きい道ですら起こりうる棚になるのかなということでえっ、ー、とまあ増烈に語りうることもあるだろうというふうに思っております。 えとそれであのこれで皆さんの5人の,の先生方の発表終わりましたのでこれから後半のディスカッションに移らせていただきますがあの若干ちょっとあのまとめがありますのであの発表させていただきます。 えとちょっとこの,後のディスあそんなにディスカッションの時間取れないかもしれないので、はい、駆け足に行きますけれども、まあ、どういうことをディスカッションしていきたいかっていうとですね個別あの皆さんの先生が個別の通りに非常に深掘りしていただいても,ものすごい感動とあの興味深さでいっぱいなんですけれども今日はですね、えー、と一つの通りにとらわれずにいろんな都市にあの適用かよ可能なです、ねえー、と目抜き通りと建物とあるいは人間の関係の現象みたいなものをですね いろいろあの抽象的に抽出していきたいなっていうふうに思ってるんですね。まあ、例えば山村先生の発表ですと、まあ、こう例えばパリとバルセロナと書いていますけれども。 こう通りのところにこうモニュメントが置かれることによってそこに前後するような行き来の軸が生まれるよねっていうこととかあるいは一方でバルセロナ・ワーシャンゼリゼを真似して大通りを作ったけれどもまあ特段あのパリほどモニュメントあると言えるものがないとでそうするとどういうふうに人は動くかっていうと強い軸線上に通らずにですね阿弥陀ジと表現されてましたけど比較的こう目抜き通りを無視して無,無作為に動いていくっていうことが分かるのではないか という発表がありました、まあ、こういうことが、まあ、例えばパリやバルセロナじゃないと,ところでも他の都市だとどうこういう現象でどういうふうに起こってるかなっていうことを想像できるのではないかなと思ってこの点の話を抽出してていいいきたいと思っていますちなみにこのイラストはあの三菱助設計の神谷百合子さんが書いてくださっています。 でえっと、これちょっとあの正確ではないかもしれないんですが岩谷先生の話を聞いて書いたのはあのやはりあの最近のヴェネツィアの,あの変化によって鉄道ができてからサンマルコから鉄道までの大きい軸線は水上バスの環境角の動線になっていると。 まあ一方で地元の人は渡し、まあ、船や、まあ、短い区間の水上バスの移動を、まあ、川に対して直行方向っていう川沿いじゃない方向にこう移動していくっていうことも、まあ、あのまあ川だからあのルートがある程度限られるっていうこともあるかもしれませんが、まあ、これが仮に地上だったとしても。 まあ、軸線が強くはっきりした目抜き通りに対して目抜き通り沿いに、まあ、ある程度観光客は動いていて、まあ、慣れてる人は短編方向に動くっていう現象は確かに他の都市でもいろいろあるかもしれないなというふうにあの連想するなと思っています。 でえーとまあ、この辺の話はあのちょっとあの話は変わってきますけれどもあのマンハッタンで、えー、どん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 プラザプログラムで講演ができていったっていうことの仕掛けとして、えー、どういう説得の仕方を行政がしてたかっていう話が面白いと思いまして、まあ、交通の問題。 を解決するということにかっこつけて、えー、その解決とともにミッドパークを作っていくっていうような話、まあ、デンジャークロッシングから、まあ、ノーマルというかセイファーより安全な交差点に変化していくっていうような手法ですとかあの、まあ、今日はあまりお話しされませんでしたけれどもお金の話で行政が説得していったっていう話も面白いなと思いました。ウォーカブルシティににするとき えっと、車での、のがメインの通りだと、車一台一台が落としていくお金は大きいけれども、歩行者の方がたくさん落としていくので、まあ、総額。 としては通りの商店が儲かる金額としてはウォーカブルのストリートの方が儲かるんだという説得の仕方をされたというふうにお話しされてましたけど、まあ、こういう戦略ですよねあの単純にあの人が通りやすい道に作りましょうっていうそのことによってどういうメリットがあるのかっていうことを、まあ、こういう交通の、えー、安全化の話とかあるいはそこで落とされる金銭の話をあの説明しながら進めていったという話が、まあ、ノウハウとして抽出できるのかなというふうに思っていました。 えっと、宮下先生の発表の中で、えーまあ、一番あのあの重要なのはあの組織がずっと同じであるというところかなというふうに考える組織が同じで100年間続いていると、まあでまあ、考える場がずっとずっと続いてて、まあその 考える場があの都市をつくっていくんですが、まあ、その一個前につくった都市がまた改めて次の、えーえー、と同じ組織が新しい町を考える時の元になっていくというような組織の連続性もあの他の都市でも考えてみたいことではないかなというふうに思いました。えっとあ あの最後に青井先生なんですが定子客の話も面白いんですが、まあ、私が一番感動していたのはこの現象でしてもともとの都市はまあ裏道、まあ、まあついさっきのご,あのご発表なので繰り返しになっちゃいますけどあの細い路地に対して正面を向けていたものが大通りがつくことにおいて、えー、今まで表じゃなかった方が急に表になるという現象ですね。 まあ表裏が急激に変わるっていうことはこれはまだあり極端なあの都市計画の変化ですけれどもまあそういうことはあの他のいろんな建物でも表裏あるいは側面が変わっていくっていうことは起こりうるんだろうということで注目したい都市のあとの,ううの後のディスカッションでは、まあ、これをもとにっていうわけではないんですがあの個別の目抜き通りの掘り下げというよりかはその,その都市から学べる目抜、えー、き通りの、えー、と集合地のようなものを 抽出していきたいというふうに思っておりますではこの後引き続きディスカッションということで移らせていただきたいと思いますそれでは準備が整いましたので後半の部に移りたいと思いますここからは三菱辞書設計専務取締役執行役員大草哲也も加わりまして伏見さんの進行のもと目抜き通りについての議論を深めてまいります それでは皆様ご登壇をお願いいいたしますではあの、まあ、いろんなことを伺っていきたいんですけれども、まあ、まずはあのシンボルの有無っていうか最初の山村さんのデザインをされたモニュメントの有無っていうところを伺っていただきたいんですけれども、まあ、あの興味深いなと思っていたのは今日の発表ではなかったですけれどもバルセロナの方はあのモニュメントがないから阿弥陀城にっていうことを抽出させていただきましたけれども逆に最近は ガウディ建築がモニュメント化していて <laughs>、そこがその計画上意図してないけれども、目抜き通り化しているという話を聞きましたけど、その点、教えていただいてもいいですか？えっと、ありがとうございます。まあ、このさっき書いてもらった絵を見てみると、確かに実は嘘というか <laughs>。 違うとこもあってちょうど目抜き通り沿いにそのカサバトリオとかカサミラっていうパセオデ・グラシアにはガウディをはじめとするモデルニスモの建築家がこういくつもができてきているのでまあ実際はそのまあ蛇行している線っていうのは実はもうちょっと進歩が小さいかもしれないんですよねでこう歩いていく確かに楽しみはあるんですけどまあでも今日あの私が方で言いたかったのはパリみたいにこう街の真ん中にあるっていうわけではないよっていうことがまあ一つまあ特徴としてはすごく面白い違いかなと。 持っているんですけど、まあ、ガウディに話が降ってくると、ちょっともう一つ大事なのは、やっぱサクラドファミリアってどうしても皆さんがこう注目する教会があるんですけど、まあ、ガウディはセルダのことは全然意識してないでやってて、で、サウ敷地も別にガウディが選んだわけじゃないんですが、その後の都市計画でちょうどサクラドファミリアからこう南の海に抜けるです、ね、マリーナ通りというのが、実はなんか新しい幹線道路になり始めていて、なんかそういう、まあ、バルセロナとしてもまあガウディを意識してるのかどうかっていう、ちょっとそこまで詳しくは分かんないですけど、 やっぱりこうモニュメントと建物とモニュメントと建築と増しっていうのはまあ密接に関わっているんだなということはすごく思ってました、はい、そこへ動線が生まれて目抜き通り化していく人の流れが目抜き通りを作るっていうことが起こるってことですよね、うん、そうだと思います人の流れあってこそだと思いますね まあ、似と話ではあの岩谷先生の,あの鉄道と3 0コの 2, 曲2点ができたことにより強い軸線が生まれたというのは、まあ、モニュメントと言っていいか分かりませんけど点が生まれたことへの軸の強化というのは少し共通してるかなと思いましたけれどもそうですねあの1個付け加えるのを忘れてしまったんですけどもあの物流としてはもう軸線かなり頻繁にあの往来してるんですよ今も。あの地元民としてこう 輸送っていうか運搬ですねあのベネツィアの場合は本当に徒歩と船でしか街がもう成り立ってないので何を運ぶにも船とか人間なんですけどそういう運搬をっていう意味ではかなりこうカナルグランでは往来しているのでそういう軸線はあるんですけどその人間の,働いその輸送として働いていないこうただただ移動するだけっていう意味ではこういうふうなあの図式になるかなっていうところですね。で 今日発表を伺ってて面白かったのが私のイメージでは目抜き通り沿いいっっててうののは立派な建物が建つものだと思ってたんですよ。基本、まあ、丸の内もそうですけど立派な建物ボリュームはすごい大きいものが建つで後ろ側はちっちゃい建物っていうイメージだったんですけど葵井さんの発表を伺った時にそうじゃない事例も見せていただいてそれがすごく新鮮でしした。新しい発見がありました。 なの,でその、まあこの,後のディスカッションにも関わってくるかもしれないんですけどそういう違いもあの面白いのかなと思ってまあヨーロッパ的なのかもしれないですけどねこの目抜き通りイコール立派な建物のシンボル性が強いっていうのはその辺もはい確かにそうですねあの井先生は発表中はあの他のに比べるとき麗ではなくてジムネリを発表されてましたけどシンボリックなものにそうかさぶたをつけていくる例もあるんですかシンボリックな方向に目抜き通りだからということで。 あのまあなんていうかね別に台湾の年汚いって言いたいわけじゃなくてあの台湾の人たちのもう大好きなんで失礼なことになりたくないんですけどあのあれシンボリックなんですよまずはそれはちゃんとあのまずお伝えしとかなきゃいけない。えっ、ー、とそれからねあのやっぱり、えー、経済の仕組みがちょっと違うんだと思うんですよ。あの普通例えば日本で町や 的な構え方って、どんどん衰退してるじゃないですか。うん、つまり、えっと、オフィス商店、えー、から住宅地みたいなことに、まあ普通になっていくわけじゃないですか。で、それはあの企業型経済の力がどんどんでっかくなってるってことですよね。で、あの、それが効率よく動くような集積の仕方っていうのをやっていくと、ゾーニング的なことになるんだけれども、台湾の場合はですね、あのみんなが社長さんっていうか。 うん、家業型経済が意外と根強い、うん、っていうことがとても重要な側面で、えー、と台北とか高尾みたいな大都市の中心部には企業の箱っていうのがまあ林立するんだけどそうじゃないところがすぐ横にあるし地方は完全に家業型みたいなところが生きているんですね。大学卒業してもまともな企業に就職できる人少なくて。 屋台から始めますすっていいう人多いんですよ建築学科出身でも <laughs> そういう世界っていうのが面白いだからああいうあのペラペラ町屋とかが需要がまだあるっていう <laughs> いやなるほど面白い経済のちょっとあ今のに受けた何かありますか大丈夫ですか 大丈夫ですかちょっと経済の話だと面白いのが青井先生の今日はちょっと僕が低資客いるこっちがメインダカンを出しすぎたせいかもしれませんけどあまり低資客の話されませんでしたけど面白いなと思ったのはあの目の前自分の家の目の前はじゃないですかそうだけれどもそこは貸すことも多いと。 自分がその商店に営んでない場合は貸すっておっしゃってたんですけど例えばそのニューヨークとかもそのウォーカブルっていうことであの、まあ、特に今のコロナは目の前のじゃないと店舗休営できませんよっていう話ありますけどあれは基本的にはその店舗の人が前に張り出すっていう現象しかないんですかあるいは貸して人がやったりとかあるいはまとめて行政がとかあるんですか<う> <laughs> そうですね、えっとまあ、基本的にやっぱり目の前、ま、あの日本と比べて、まあ、多分銀座と比べると分かりやすいと思うんですけど、えー、飲食店が多分下に張り付いてることが多くてでかつあの e コマースのところの話で書き足で話しましたけどさら、まあ、にその流れ,あの流れで1回店舗が どどんどん、えー、小売りよりもこう、えー、飲食店に変わっていくっていうのがあって、まあ、そもそもやっぱりそういう営みの中で、えっとまあ、前に入り出すっていうのが自然になってるっていうところはあると思いますでけどああいうちょっと広場化をすることでもう少しこう外の方も入れていくような、えー、とことも、まあ、ちょっとできてきて、まあ、そこのコミュニケーションが生まれるってことも、まあ、できあの生まれてきてるかなっていうところですね、まあ、なのでなりわいと道の関係っていうのはすごいあると思います。はい 銀座はどうですか、そういう意味では。目の前道路に張り出す人っていうのはどういう。あの銀座の場合はまず一つ象徴的なのがあのショーウィンドーっていうのもありますので。まず壁面は道路境界をまあ境にして、まあそこの壁面を要はエッジの部分を。形成しているあのショーウィンドーっていうのはかなりこう。 しっかりとこう確定されている焦点が多いということで、そういう意味では非常にこうラインを強く作られているっていう意味では、あまりこうにじみ出しみたいな、そういうものはまあ近年ではないと思いますけれども、でもその一方で海外のメインストリートみたいに、あの例えば特にヨーロッパであるようなその象徴的なものをつなぐ通りみたいなものとか、あとビスタ性みたいなことはあまり歴史的に意識されてなくて、もともと銀座通りというのはあの東海道ですので、非常に今でも街道的な性質が強いと思うんですけれども、なのでそういう意味ではあの非常に構造の構造 基本的にはまあ近いいししそれを思ててきてもいると思うんですよあの歴史的にはそういう西洋のメインストリートを求めるような思考がある一方で極めて街道的なのが強くてでその一方でショーウィンドウはしっかりこう、ね、あのラインが整って作られているというようないろいろなものがこう混ざっているような状況でそれが非常にまあ面白いのでそれ銀座といえばモダンというだけじゃないようないろんな背後のものも含めて、まあ、面白さかなという感じで思ってますけどね。 まあでもショーウィンドウがあるからあのその目の前に別の人が使うっていうのはなかなかやりにくい,いうそうでうね。まね。まあそれはもう日本の道路空間なのでそこら辺をこう曖昧に使わせてくれるってことはまあ,あ,のありえないというかそれはルール上ですねそういうのはまあできないっていうのもありますので。どうしますか ちょっとそのルールのところだけ、ちょっとまあなかなか他に応用できるかわからないんですけど、例えばニューヨークで今回のコロナであの急激にそのアウトドアダイニングをやりましょうという道路活用が、まあそれが感染対策として数を見ると成功したかわかりないんですけど、道路利用というのはスパッとやったじゃないですか。しかも最近はその第二段階で学校とか、学校も中のが密だと思うのであれば、前の道路とか公園をあの警察と協議の上で使っていいとかいうことが。 さら,っとやさらっとじゃないのかもしれないですけど、実際にやれてるじゃないですか。それはそのなかなか日本だと難しいんですかね、そういう。魅力がやれているようなことは、まああのー、そうですね、えっとまあ。地元の合意があれば、例えば目抜き通りでは、まあまあ、そもそもその張り付いてるものが違うので、えーあのー、やっぱり商業のそういう、まあ、カフェだ、空間だったりとか、まあ、そういうのはまあ普通にあの規制緩和されたので、まあ、今後、えー でできてくると思うんですけど、まあ、そういう公共サービスの機能をっていうのはあの生活道路もう少しこう住宅地側の道の方ですよねで、まあ、そこについてこう、まあ、地域の合意形成が取れればまあできはするけれどやっぱりちょっと日本は、えっと、目抜き通りと裏というか住宅地の道っていうのは非常に、えっと、まあ それはちょっとあの台湾につながるかもしれないんですけど、あの非常に細い入り組んだ空間になっているので、まあ、そうした公共サービスに開くほどのその要領はないかもしれない、まあ、そこをこういかにこう表通りをほこてにするとか、まあ、そういうことで、えーまあ、担保できるかというのは、まあ、あの表と裏の関係性であるかもしれないありがとうございます。 ちょっといろいろ話を聞きたいことはあるんですけどいいですか私ばっかり聞いて <laughs> 大丈夫、えー、<laughs> あとねやっぱり平田さんのやつのあの川沿い方向は、まあ、ツーリズムが、まあ、強い陸戦を作ってあのこう短編方向に、えーとまあ、地元民がっていう話が、まあ、他の通りだとどうなのかなっていう方向に思うんですけど目抜き通りで、まあ、宿場町日本でもあの なんか一文字型とか言いますよね。宿場町とか川沿い型に行こうと。まあ、当然川沿いだから川方向に行くし、宿場も宿場通り沿いに、ね、こう、軸線方向に動いていくっていう通りが目抜き通りを題材にしている以上、まあ、それがまず来るんですけど、まあ、そうではなくて、そこを横断する動きっていうところに何が起こってるのかっていうことが知りたくて、まあ、まあ、一つは観光客がメイン通りをわーっと占拠しているので、まあ、地元民は単純に向こう行きたい時とかにこっち動いていくっていうことがありますよね。 まあそれ以外にもこう短編方向の動きっていうもの,のがまあ辻とも言いますからクロスするとこに本当は魅力があるかもしれないという意味では目抜き通りの短編方向のまあまあ軸線方向を長辺とすると短編方向の動きっていうものがどういうことがありうるのかっていうことを伺いたいんですが例えばシャンゼリゼだと幅が広すぎて厳しい <laughs> 辻。 十字路には、まあ、見えないけども、まあ、文化も生まれにくいのかどうでしょうかいやちょっと難しいですねその質問いやあの住んでた身としては観光客になった日もあるし住民になった日もあるのでどっちの目で見てたのかなって考えてたんですけど渡ったことはあんまないんじゃないかなっていう気がしたんですよねっ<ー>って帰ってこいなんで登って行って でじまあもちろんそのあっちの裏に入るあるそれぞれ違うえっ、ー、とまあなんだお店があるのでそれにために渡るみたいなことっていうのは多分しなくてもパシャンゼリのゼの場合は成り立ってるんじゃないかとの説明その裏側に薬局とかスーパーとかそれぞれ両方にあるので、うん、住んでいる人間としてはまあ別にあっち側に行かなくてもいい。うん っていうただ旅行客としてはその、まあ、目線を変えるために上がったり下がったりっていうんで動いてたような気がするんですけどねちょっとすみません例えばベネチアの場合だとあの魚市場とか大きい市場が対岸にしかないっていうそういう強いコアがあるんですよねあ,とあ,あ,るあるいは私の場合は大学がその向こう側だったのでそれで渡るっていう行為が結構 あったのでそういうのがないとなかなかもしかしたらその後ろのコミュニティで成り立つのかもしれないですね。結構そうですね、その後ろのコミュニティだけじゃない生活権とか通勤権があるので、そういう時に渡るっていう行為が結構あるような気がします。うん、じゃメルキドリを境にこう生活権がこう独立してないってことですね。メルキドリをまたいで生活権の機能が散らばっているからこう渡るっていうことも当然。うんふんふん まあ,あとは道幅の話もあるかなと思ったんですよ。あの例えばバルセロナだと道幅が狭いからこう向,か向こう側の店舗の人がこう反対側の道路にある机にこうカフェでドリンクを持ってくるみたいな,たいなこ道路をまたいだアクティビティが普通に起こるけれどもあれはシャンゼリゼは、ね、完全に道路車のための車道だからそれはできないだろうで,できないですね、それは。うん 確かにバルセロナの裏が面白いのはそこにあると思っててそのヒューマンスケールの幅でできてるんで車がほとんどまあもちろん一方通行で限られてるっていうのもありますけどその今おっしゃったみたいに真ん中がテラスになってるからお店からカフェを持ってくるウェイターは全部道を渡ってこう来るっていうその流れは結構いっぱい確かに頻繁にあると思いますね。だだけど、どそううですね、っちなんだろうな。んろ それがなんかこう主としてそれを目的で作ってるわけではないっていう結果的にそうなってるっていうところがやっぱり不思議なところでやっぱりそのオープンテラスを作りたいっていうまあラテンの気質がやっぱりこう街を作ってるっていうところもあると思うのでなんかその辺はかなりこう行政とか誰かがっていうんじゃなくてやっぱり生活文化の中でできてるまあトリックなのような気がしますね。うん、もう時間がないって言われるにいっぱい質問しちゃって恐縮なんですけど最後にどうしてもこう。 割とどの道でもそうかなって思ってるのが、まあ、青井先生の発表が顕著だった裏と表切り替わる問題で、まあ、まあまあまあ、青井先生、台湾の場合はまさにそれが主題でご発表いただいたのでいいんですが、そこは結構他の都市でもあ,あるんだろうなって思ってて、まあ、岩谷さんなんか個別の発表の時はその話されていましたけれども、表と裏が切り替わるときってどういうことなのかっていうことが、すごく興味があるんですけれども、あの、教会でしたか。はい。 表もあるけど裏にもファサードができた例でしたっけでもまさにあの青井先生と同じような現象がベネチアでも起こってるっていう話ですね。例えばあの広場が中心になると広場に向いてくるとか運河が中心の時代は運河にファサードが向いてたけどその後ろにある広場の方に中心が向き出すとそっちに向いてくるっていうそのファサードが。陸がメインになってくると。 同じようなまさにこの事例もベネチアでもありまして中世の町割りのところがいきなりドーンって通りが入ってたりするのでそれは近代に開発されたところなんですけど同じような現象が起きてますあそ,うなんその時にやっぱりあの運河が埋め立てられたりもするのでうん、うん、そこがまたそっち側にあの違う道路用の入り口ができたりとかあ<ー>あそういう、はい、ことは起こってくる。銀座でも まあなんかこれは今また歴史的な急激なファサーの変化ということではないんですが。 なんか、後ろに駐車場あるじゃないですか、銀座大通りの裏に、はいはい、なんで駐車場あるんだっていうと、本当のお金持ちの客場。表からは入らない、みたいな <laughs> 話がありますよね。そうですね、あの銀座の場合は、まあ、あの銀座通りが常に表であるってことはまあ変わらないのと。あとは、一つ、象徴的な中心の銀座四丁目で交わる。晴海通りっていう通りがあって、これっていうのはあの以前はまあなかったのが、それが徐々に、それのまあ表性っていうのは出てきて、そっちで十字に変わったんですけれども、でも、依然として、まだ。 あの銀座通りが表でっっててていう構図はまあ変わってなくてあと一つ裏へとのつながりでいうとそれぞれの敷地の中に路地空間がたくさんあって要は銀座通りから裏へ移動するルートっていうのはいくつもあるんですよね。でそういうのっていうのは銀座をよく知った人であればビルの中を通り抜けたりとかあの建物と建物の間の隙間を通ったりっていうことがまあ たくさんあるのでそういう意味では、まあ、銀座通りは表であり続けてるけれどもでも裏との接続性っていうのは非常に他のグリッド都市に比べたらあるかなっていうのがあってそういう意味ではだからその表性が変わらざるを得ない状況にはなってないっていうことがあるのでそういう意味ではこの裏とのつながりっていう意味では銀座は強いのでだからそういう意味では表と裏は変わってないけども 裏には行きやすいっていうような感じじゃないかなと思いますけど。絶対的な表があるからこそ、はい、いろんな裏のありようが見、ね、え、ね、ると、はい、いうことです。はいまあ、マンハッタンなんかだとどうですか。例えば裏は治安が悪いからそ,そこにプラザ計画をみたいなことがあったりはしないんですか。あ、えっとむしろまあなるだけこうまあ表のそのまあ交差点の一番離れたところ。 まず前提としてやっぱりニューヨークってその長方形で、えー、とやっぱり、えー、と短辺の方が表になりやすい、まあ、だから五番街とかも短辺の,の方に、まあ、太い五番街が通っててでその、えー、と長方辺の方にこうサービス動線というかこういろんな荷さきだったりちょっと裏のそこを支える機能みたいなのが入るので、まあ、裏になりやすいんですねで、まあ、そういう、まあ、グリッドの,あの比率の、えー 特徴があった上で、まあ、やっぱりその交差点の部分をまあ少しちょっとこう華やくことにすることで、まあ、そこにこう人の目線が生まれることで、まあ、おっしゃるようなこう裏の方の,その長辺のグリッドにこう目が向くっていうのはあると思います。一方でそのポートランドとか同じグリッドでも正方形なんで、その裏ができにくいみたいなところもあって、また全然そのアメリカの街でもこうあの構造が違いますね。はい、ありがとうございますあじゃあ最後にあれ パリの裏はあんまりっておっしゃってましたけれども <laughs>、パリの裏はなんであんまり魅力的にならないのでしょう <laughs>、魅力的に思ってる人もいるかもしれませんが。どうなんですかね、なんかすごく言いづらいですけど、多分あんまりきれいにしようと思ってないと思うんですね、裏は。 正直もう裏は裏っていうなんかその綺麗じゃないからこそいいよねみたいな文化もある,あるじゃないですかそれは住んでるといいと思いますけど <laughs> 多分観光客としては絶対面白くないと思うんですよねだけどそこへ本当の魅力があってやっぱりこうパン屋さんとかよくわからない雑貨屋さんとか、まあ、あとはいろんな人種の方々は本当に混ざってるので。 シャンゼルゼの表にはいないようなこうお店とか人とかそういう人たちがやっぱり裏にいっぱい普通に根ざして住んでるんでそういう意味で言うとパリの歴史っていうのは裏に入らないとわからないなともちろん思いますけど迷路みたいになってるんで迷うんですよねとにかく地図持っててもいや今携帯あるからあれですけど携帯ない時代は多分本当に大変だったと思うんでなんかそれがまあ魅力でありまあ怖さでありまあ都市のなんかこう不思議なところなんじゃないかなと思いますね、うん、あありがとうございます あえー、とえあオンラインからの質問が来ているそうですので読み上げていただきますすいません、1つオンラインの質問がありますので、ご紹介させていただきます。あのまあ、今回、目抜き通りのパブリック性みたいな話というのが、まあ、随所に出てきたかなという気はするんですけれども、えー、ご質問で、えー、日本のパブリックスペースと、まあ、今回紹介された諸都市のパブリックスペースの相違点や類似点などについて、えー、もしもお時間あればお伺いしたいですというご質問をいただいております。 ああこれは三浦先生かな <laughs> 先生の話で是非と思いますけどなんかすごくあの通じて感じたのは、まあ、あの非常にパブリックというよりも結構顧問の、まあ、それは私のプレゼンの中での顧問みたいな話も出しましたけど結構、まあ、共有地として、えーあのえー、やっぱり使っていくっていうようなあのことが、えー、まあ 根付い文化として根付いているというか、まあ、日本も、まあ、銀座の方はむしろああいう形でこういろんなディスカッションがされて、えーまあ、思想の中でそういう顧問空間になっていると思うんですけれども、実際のその管理についてもあのかなりその顧問性っていうのを活かしてあのやられているかなっていうのはあの思います。なのでちょっと日本の方はちょっとあのパブリック性というか、えー、非常にこうかか管理の方がちょっと、まあ 行政の火星とかちょっと強いかなっていうのはまあ道の話でとありますね。もうちょっと建築レベルだとまた違う解釈があるかもしれないんですけど、なんで他の先生にもぜひお願いしたいです。はい。まああまり時間がないのでじゃひあひわたちさんだけ。やはりあの金 <laughs> 沢ランドの裏側広場で。 でしたけれども広場ってなんていうかイタリア特有っていうか日本とはやはりちょっと違う性格があるような思いますけれども日本の広場がなかなか定着しないような気がするんですが日本の広場とは全然違いますよねでもあれこそパブリックですよね <laughs> イタリアの方にとっては、ね、しかもそこにコミュニティが地元,地元の人たちのコミュニティが強くそこの広場にあるんですよねそれは目抜き通りではなかなか生まれにくい <laughs> そうですねはい。 ちょっとまたそこは性質が違うやっぱり貴族とは違う人たちが住んでるあでもそこにまた貴族も住みますのでなかなか一言では言えないんですけどやっぱりちょっと裏っぽいところの方が人が集まりやすいっていうのもあるかもしれないですしやっぱそこに集まるお店が重要ですよねあと今日ちょっと紹介あすみません時間がないのであれなんですけど。 一番伝えたいのはやっぱドラマ性かなと思って,て <laughs> ドラマ性 <laughs> やっぱり言ってましたっけ <laughs> いやいやそれちょっと言いそびれたところがあってここに実は来る前に有楽町で降りてそこからゆっくり歩いて丸の内に来ようと思ったんですよで私広島からなのでもう全然東京この 2, 2月ぐらいから来てないんですけどその中で東京にこのシンポジウムのに来てっていう流れの中で ベネツィアで同居してた友達にたまたま会ったんですね。<う>それも数年ぶりに。はい、まさかこんなところでみたいな。ままそういうドラ,ド,ラ、ね、ドラマ性が生まれる目抜き通りって魅力的じゃないですか。<laughs> っていうのをちょっと言、ね、ったんですけど。あまりテンションが高すぎると良くないかなと思って温めてたんですけど。最後にちょっとやっぱり。最高潮にテンションになって。<laughs> ちょっとそうですね。うん、そういうあの場のシチュエーションとかの空間の提案ができると、うん やっぱ歩きたくなる場所だから多分その友達もその友達もコロナ禍で全然自宅にいたのでこの辺に住んでるわけじゃないのでたまたま来た私もたまたまというか本当に数ヶ月何ヶ月ぶりに東京に来てこのすごく短い時間の間にまさかベネィアで一緒に住んでた友達と会うなんてみたいな。 で、カナルグランデのプレゼンをするみたいなっていう。はい、それが重要かなと思っています。<laughs> ドラマでした。<laughs> ショートストーーです。まあ、まさにそうですね。ああい特殊な場所性があるっていうことがよくわかりました。まあ、でも、さらにいい感じのトスだったのは、ちょうど。あの、め、あの、最後に、あの、中通りの話もさせていただきたいので、そのドラマ性が生まれる。丸の内の話にちょっとつなげていきたいんですが、あの、ぜひ、あの、この。はい、ご説明をお願いできればと思います。どうもありがとうございました。 あの5つの都市について全く違う視点からですねいろんなあのお話をいただいてあの私なりにです、ね、いろんなキーワードを、えー、頭にいっぱい入ったんですけれどもそこら辺をすいませんちょっと強引なんですけれどもあのちょっと私なりに整理してみたんですねこの真ん中あの中通りの写真で、まあ、130周年ということなので130年前にここに街を作ろうと。 初めて今130年経ってこういう目抜き通りができているっていう写真を載せておりますけれども、えっと、やっぱり面白いと思ったのはあの一番に書いてありますけどその歴史性文化性の結晶と書いたんですけれどもその歴史っていうあたりも単なる古いものを残すってことではなくて。 えーまあ、あの台湾の話も他もそうですけど天災があったり空襲があったりあるいはその道路がいきなり、えー、来ることで、えー、変えなきゃいけないんですけれどもその都市の記憶とかそういう歴史性みたいなのが面々と残されている。 でそれがなんか町の奥行きみたいなのができているのかなっていうあたりが各都市を聞いててすごく丸の内も同様でもともと丸の内目抜き通りって1号館作った時は直行する馬場先通りっていうところを目抜き通りで作ってたのに本来裏通りであった中通りをまあ克服整理する中で、えー、もう一つの目抜き通りでできていったあるいはそこの機能も銀行店舗から あまあ、こういうにぎわいの店舗に変わっていったっていうあたりの時代背景とともに、どんどん進化していくあたりが街の魅力を増していくってあたりは、あの、各都市の話を聞いて、非常にあの、共通感を感じました。 あと、真ん中に書いたところで言うと、やっぱりあの、井先生の研究結構、あの、私も好きで、そういう界隈あ,まあ,あの、ニューヨークの話で界隈性とか、ウォーカベリティみたいな話があったと思うんですけれども、え、まあ、ベネチアが300メーター半径、300メーターごとに、この、あの、水上バスのストップがあったり、ニューヨークでも600メーターぐらいごとに、い界隈が、 展開しているってあたり、丸の内も実は歩ける距離って500、600メーター単位で、まあ大きな通りで切れていて、それぞれが非常にあの、界隈性というか特徴のある、まあ均一ではない、そういった、あ ゾーンが連なっている通りっていうことで、えー、より海遊性も増し、それがさらに今、日比谷の方にも繋がっていきますし、神田の方にも今、これから橋を架けて繋げる計画もありますし、あの、パリのあの、どんどん続いていく軸的なところもあってですね、そこら辺が都市の魅力を増、まあ、しているのかなっていうのも再確認できたこと。あと、えー、最後、書いたま銀座のお話、非常に、えー、感銘を受けたんですけれども、やっぱり地元の思い、 これは、あの、地元の商店街だったり、まあ、ここで言うと協議会だったり、あるいは、あ、ニューヨークだと交通局が結構積極的に動いているっていう行政側の思いみたいなものもあって、それが、あー、PPP って書いてあるパブリック・プライベート・パートナーシップで、どっちがやれっていうんではなくて、こう、一緒に、思いを一緒にして作り上げることで、えー、素晴らしい、 街ってていいいいううののはできていくのかなっていうことこを思いましたちょっとそこら辺の感想を見えたことこれだけじゃないと思うんですけれども私なりに5人の先生方の今回の講演を聞いてちょっとキーワードとして書いてみたものですあ,ありがとうございましたまさに今回の発表が一つ一つに役に立つと <laughs> いいなと思います中通りにモニュメントはあるのかとかですね <laughs> あどうぞどうぞ。 あの全然批判する意図ではないんですけれどあの歴史性文化性の継承っていうあたりね、えっと、これとっても大事なことなんですけれど、えー、僕のお話のま,まとめのスライドなんてあのイラスト作っていただいたじゃないですかで昨日メールでちょっと伏見さんとやった変えたんですけどねあ変えたんですか見てなかったビフォーアフター変えたんですかあ,あ,あそうかえっ、ー、とねつまりねえっ、ー、と僕のやつで 元のやつ古い方をヒストリカルなんとかって言っててで新しい方をニューなんとかっていうふうに書いてあったんですよねで、えっと、今の歴史性の継承っていうのもそうなんですけどなんか歴史性とか文化性みたいなことが、えー、僕らにはちょっと手出しができない何か向こうの方の世界のことでそれを引き継ぐとかそれが、えー、僕らにとってどういう意味があるかとかそれに対してどういうふうに手を 入れていくか新しいものを加えていくかみたいなことではなくて新しい手の加え方がどういう歴史性を持つかっていうことを考えなきゃいけないと思うんですよ。わ、うん、かりますなんとなく。まあつまり、うん、聖域として歴史があってそれをなんとかしましょうではなくて自分たちが手を加えることの歴史性加えた状態がどういう歴史性を持つかっていうことですねその積み重なり方とか、まあ、あの地層ってあるじゃないですか。 地層ってあのちょっとこう崖崩れとかしてると地層が露出してるというあの路頭とか言うじゃないですかああいう感じで現在っていうものが絶対あるんですけどつまりそのあらゆる層が積み重なってる状態その積み重なり方が歴史性とか歴史であって、うん、なんか歴史が向こうにあってみたいなことをずっとやり続けるというかそういう言葉遣いをし続けるとあの非常にこう貧困になるんじゃないかと僕は思ってるんですよね。 ちょっとそこを少しし言いたたくて、はあ、分かりましたあの最初にあれを送っておきながら完全に同意しておりまして <laughs> まあ要するにこれもともとビバーナのとこはヒストリカルストリートとしていてその隣のことをニューストリートってしていたんですがそうするとニューストリートはヒストリカルじゃないように見えてしまうけれども言ってしまえば全部ヒストリカルなんだからあそうですねであのただ全部どうやろうがヒストリカルだって言ってしまってはやっぱりいけなくて過去のものがどういうふうに現在に併存しながら顔を出しているか、うんうん っていうその出し方をどうデザインするかっていう意思の問題として歴史っていうことをちゃんと考えないといけないんじゃないかという風な意味合いで言っております。伝わってるかな？いや伝わる。<laughs> はい。まあ、単純に時系列だけじゃないっていうことですよね。重要なのはそれを見出すときの中立の作法も含めて歴史的っていうことが言うるのであって、時系列だけで言えだけなんだったらあらゆるものが歴史的なはずで,ですけれども、作法としてのヒステルカルというからには。 あらゆるものではなくて単純に言うと歴史を聖域化してもいけないし単なるニヒリズムどうやったって歴史的になるよって言ってもいけなくてということですね。 いや本当はその最後に補足そういうことをこのシンポジウムでもやりたかったんですよ。<laughs> 歴史と現代の融合っていうとにににあの二元論みたいに聞こえますけれども本当に言いたいことはそうではなくてっていうことであらゆる話をする時に歴史的作法で語るっていうことが豊富なものを生むだろうっていうことが、まあ、意図としてあったというふう意味ではもう完全に同意のお話です。でちょっと時間も押してますので、えー、とすいません会場から質問がある方が いらっしゃったら申し訳ないんですけれども、えー、とここらでこのシンポジウムを名させていただきたいと思います少しだけあのまとめのお話をさせていただきますと、まあ、ここでやりたかったことはですね、まあ、個別の,あのいろんなあの応用可能なあの英知っていうものはいろいろ学べたっていうところがあるんですけれどもあのまあ何をやりたいかっていうとですねあのまあ,あの次のあの あれ何をやりたかったんだっけな忘れちゃった <laughs> えっとですねあのまあ要するにですねあのその次のあ新しいものを考える時に、えー、こういうものの集合の知識っていうものを生かしていくっていうことをすごく考えたくてですね、まあ、要するに都市と建築とあるいは人間の生態みたいなものを あの炙り出してていいいきたとうことを考えてるんですね、まあ、それはまあ何を意識していってるかっていうと目抜き通りっていうとですね、まあ、これをやるにあたって過去の,あのものもまあ多少は読ませていただきましたけれども、まあ、ちょっとまあやはり風景のお話がまあ主流だったいっいうふうふに思います、まあ、それは美しいビスタがあるからこそ観光地になってるっていうことで、まあ、その形の研究っていうのは素晴らしく重要なことになってるんですけれどもではそこに本当に何が起こってるのかっていうことを考えようとすると実は形だけではなくダメで、まあ、そこに特てる 時の,時の流れを同時に見なきゃいけないのとやはりえ特にあの宮下さんや網浦先生の発表が象徴的だったようにそこでそれは人間がどういうふうにやってきたのかっていう人間のその格好 あの,あの作る側の営むとそれを使う人の側ですよね、まあ、そういうこともあの生態学みたいなニュアンスで都市を見ていくっていうことをまあ、まあ、性的な風景ではなくてですね、まあ、そういう動的な生態的に都市と建物あると更、まあ、に言えば人間の王冠関係みたいなことを、えー、さまざまなことにおいて抽出していくっていうことがですね私自身重要だと思っていて、まあ、そのことが本当にたくさんのことが学べたあの シンポジウムになったのではないかというふうに思っております最後にまとめに変えてああのあの感謝申し上げて終わりたいと思います皆さんあのご発表ありがとうございました以上をもちまして三菱自社設計創業130周年記念トークセッションを終了いたしますご清聴誠にありがとうございました